シネマラボ特刊こそ金曜キネマ鑑定団。毎月第3金曜日の夜、沖縄屈指の映画教習団シネマラボ特刊こそメンバーが酒を飲みつつ映画について語る居酒屋的視聴者参加型ニューストリーム番組。ツイッターなどでの参加も熱烈大歓迎。シネマラボ特刊こその金曜キネマ鑑定団。はいさーい完全にも遅れてましたね。はい、今夜も始まりました、シネマラボ特刊こその金曜キネマ探偵団でございます。81回目でございます。はい、ですね、沖縄県那覇市小禄区某所にあるシネマラボ特刊こそ事務所から、お送りしますこの番組ですね、時間の許す限りですね、配信いたしますので、ご覧になられる方、なっている方はぜひですねコメントなどいただければと思っております。よろしくお願いいたします。あのコメントの方なんですけれど、向かって右側こちら側の方で、コメント書き込みできますんで、で書き込みするときぜひですね、文章打ち込むところの左下の方にツイッターにも投稿というところにチェックしていただくとツイッターに反映されます。ぜひこちらの方もチェックしていただいて配信あの楽しんでいただければと思います。よろしくお願いいたします。はい、何でしょう、これ必ず毎回押さないといけない。いや一回これね、あのツイッターにも投稿をクリックするともう押しっぱなしになります。はい、なりますんでぜひどうぞお願いいたします。はい、その前に私自己紹介忘れてました。今夜も司会を務めさせていただきますシネマラボ特刊小僧の平隆二です。よろしくお願いいたします。そしてこちら菊村です。よろしくお願いします。はい、今日は声が張ってるゆうちゃさん。そして今夜も来ていただきました千葉のその子です。よろしくお願いします。はい、その子さんです。はい、そして今夜も番組のですね、技術全般していただくのはこの方、林です。はい、林さんです。今夜はちょっと少なめのこの4人でお送りしたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、コメントもう番組始まる前からすでにいただいております。ですね、犬蔵さん、工藤さんからいただいてます。クドラフカドックさん、わー菊村さんがしましまだということで、しましまだ、しましまです、しましまです。工藤さん、こう持ってたっけ。会社用です。会社用、制服ね。そう、制服じゃないけど会社ルック。違うでしょ、会社ルック。はい、そして腹切りさん、パチ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 ということでありがとうございます。花の湯さんが 見られてないってことだけどうなんだろう。どうなんでしょうかね。花の湯さんなんか 見るのが難しいみたいなこと書いてましたけれど、はい、あとはおこしさん。おこしさんはおこしさんって言わないといけないのか、知ってはいるけど、にゃじっとっては書いてあるからね。にゃじっと、N さん。はい、N さん日々あのツイッター上でお忙しいのはよくよく分かってるんですよ。まあ忙しいかビットコインかお酒飲んでるかの話が大体です。はい、ありがとうございます。はい、そして、こちらにも何度も何度も出ていただいてます特刊ファミリーでしたっけ、林さん、うん、入川さん、あ、はいはい、入圭さんもコメントいただいてます。あ、そうなの。こんばんは、怪獣どもがまだ寝ずに縄跳びを始める中一緒に見ておりますということで、ああその怪獣どもがですね、お名前を教えていただければ、あの、マイクじゃない、カメラに向かってお声掛けをしますよ。早く寝ろと。菊村さんから。菊村さんが早く寝なさい、明日早いでしょっていうのがありますので、いろいろもコメントいただいております。ありがとうございます。こんな感じでコメントぜひね、あの書いていただければと思います。よろしくお願いします。はい、うん、起こした、先ほど名称どうするか問題ですけど、あ、腰が楽だと思いますので腰で大丈夫です。腰さんって発音しにくいんだけど、腰さんさしすせ、起こしさん名前あれですよね、腰が、まあ、強くないから強くない腰をよくやましてるって、やましてるっていうのは内な口
痛ましてる。痛ましてる。余計ウツナっぽい。痛ましてるっていうのは通じてるのかな、本当に。どうだろう。病んでいらっしゃる。病んでいらっしゃったらメンタルやられてるみたいな、ね。あいつメンタルやられてるみたいな。ですね。はい、こんな感じでぜひコメント書いていただければと思います。はい、工藤さん、おや、いつの間にか配信解像度が選べなくなってる。え、解像度を落とすとコマ落ちなくなって気持ちよかったのにということで、どちら側の問題ですかね。落ちてるの今も、うん、どうなの。解像度がでしょ、落ちてるっていうのは。まあ、こちらもね、ちょっといろいろやりながらやってます。なんかね、ツイキャスですね、なかなかわからないことがいっぱい。さっきその子さんになんだっけ、コイン投げていただいて、はい、それで、コインが、ね、あと2コインもらえれば30分延長できるっていう、はい、なんか番組の、配信時間が長くなるらしいね、コインは。だとなんかサポーターになるとかならないとか、サポーターになると通知が来るんですよね。あ、なるほどね。配信が始まるよっていうお知らせが来る。それでサポーター制度と、そういう意味なんですね。わ、はい、かりました。別にお金がかかるわけではないんですよ、うん、ただ通知のお知らせが来る。このコイン自体もお金かからないですか。2枚までだったら、私の場合は2枚までだったら無料で、3枚目以降はお金がかかりますよっていう感じなんですけど、多分今日登録して、うん、ツイキャス初めて見る人は自動的になんかこのコインもらえるみたいな。いえ、多分何回か見てる人にはね、コインが貯まる仕組みなんですよ。へえ。初回の人は多分ないはずです、うん、手持ちのコインが、うん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 、なるほどね。俺もコメント書けるかな。林さんもコメント書けるかな。今なんかいろいろテストしながら配信してますんで、ね、テストしながら配信していいの。ちょコメントを書いています。はい、こんな感じでコメント書いていきますのでね。出た出た、出た出た出た出ました。はいはい、出てます出てます。林さん、俺もテストしながらコメントを書いていますと、うん、こんな感じでできるんですね。はい、ちょっとね、わからないことあるので、ぜひわかる方教えてください。村さんだけのカメラだ。あ、あとナーリーさんから来ました。あ、ナーリー、ご無沙汰しております。伊藤生に勝ってます。お子さん元気ですか。伊藤成子さん、始まった私の家のネット環境が悪いのが止まってしまいますということで。そう、なんかいい方法ないのか。いい方法ないのかな。けどツイキャスってそんなにあるの。ナーリーさんのネット環境ですからね。でもツイキャス自体が軽そうなんだよ、画質そんなに良くないから。そうですね、私も見てても結構途切れますからね、うん、まあ、それも今金曜日のこの時間ってみんな配信してるとこあるんじゃないですか、うん、ツイキャス側の方で、うん、そういうのも他のツイキャスの番組では画質が良くて、うん、お、これ菊間さんが来たの。はい、何の話ですか林さん。急にすごい、何、見せてください見せてください。あ、つぶがい、ティラジャーかなこれ。違うか、もう爪がついてる。今だから菊村さん買ってきた、何これ、貝、ティラジャー、貝のつまみ、うん、沖縄の言葉でティラジャーって言って、ね、爪があるんだよね、うん、そう、爪がある。へぇ、美味しいんだよこれ。あ、ティラジャー、あー、何これから醤油入ってたって垂れてしまった。もしかしてパソコンに垂らした、パソコンに、なんかいろいろトラブルが多いですね。あら、大丈夫かな、大丈夫かな。カバーかけてます、林さん。カバーの上、はい、まだまだ、この間コーヒー倒したばかりっていうのもね、そうそうそう、完全なトラウマですから、気をつけてください、ね、お願いします。乾杯はあるんですか。やりますよ。ティラジャー美味しいんだよ。これてか、どうでいいですかこれ。パレットってバーゲンしてる。パレット、あ、パレットね、パレット。地下のユニオンで売らなくなってるからさ、大好きなのに。これをつまようじがあった方がいいかね。今日からこの中にあるか。今日から飲みの体制ですね。そうそう。はい。そう、俺以外全員飲むでしょ。いいな、はい。いいな。羨ましいな。明日仕事ですか。まあね。そっか。いいさ、飲もう。じゃあ飲もうじゃないですよ。いらない。あ、じゃあいただきます。であとクドラフカさんから、うわ、今夜はメガネ率 100% だった。あ、本当だ。ついに林さんもね、メガネ軍団の軍門に下りましたからね。俺、老眼だもん。
まあ俺も老眼ですけど、ね、人工的に人工的な老眼というか、まあ遠近両用っていうか、私もスマホ老眼、スマホ老眼か、それあります。こっちの方が遠くは先に進んじゃうってやつですか、スマホ見すぎてね。そうなのよ、目の手術したからこれ外すとこっちだけが超老眼だから。ああ、じゃあ眼鏡作るの大変ですね。変な感じになるわけ。1メートル以内はこうなんかこっちが膜張ってるような状態。不便ですね。不便でしょう。不便ですね。じゃあ乾杯しましょうか。じゃあ皆さん開けていただいて。これ何これ、シャレオツ。ちょっとカメラに映して、ね、今日珍しいものばっかり。これ何だ、どっかのビール、どっかのビール知りたい、それが贅沢何かもわからないビールの久々だから。結構高いんでしょこれ、ね、高そう。お高いんでしょ、贅沢にし600円前後はしそう。そうだ、もう位置がいまいちわからない。かわいちゃん、ティラジャーって爪持ってばいいよ爪じゃなくてもいいや。そうですよ、本当に一応変えておきますよ。菊村さんのビール豪華って書きます。はい、じゃあそれを手に持っていただいて、あのカメラ、カメラじゃねえや、モニター越しのね、皆さんにもぜひ乾杯、沖縄式のカリーでいきたいと思います。はい、はい、じゃあ行きましょう。じゃあ乾杯します。カリーカリー、いいな。小原さんからもらったビール。いいな。はい、はい、お子さんも乾杯、カリーでございます。絶対お越さん酒強いっすよね、結構ずっと飲んでるもん。え、これ醤油だけかけてる、醤油わさび、ほんと酢醤油が、あ、そうなん、完全にもうつまみの話になってる。ゆりのさんって言っていいのかな、これミューテさんっていう、ミュートさんっていうのが俺わかんないんですよ、いつも。来ました、ご無沙汰しておりますということで、ご無沙汰しております、ありがとうございます、コメント書き込み、はい、まあ、見れる限り見てください、お願いします。映像大丈夫かな、映像大丈夫だと思いますよ。はい、こんな感じで、はい、じゃあもうそろそろ行きますか。はい、はい、もうメインウタク行きましょう。もうすでに告知の方で出しておりますけれど、こちらこれも菊村さんのカメラで出してもらおうかな。はい、じゃあ今夜のメインユンタクはこちらでございます。ドン、働く映画で一休み。もっとした、もっとした、もっとした、もっとした。はい、ということです。ですね、来週の11月23日はですね、勤労感謝の日でございます。うん、はい、勤労感謝の日ということで、その1週間前ということなので、ですね、その勤労、働くをテーマにした、まあ、働くが重要なモチーフになっている映画をです、うん、についてですね、だらだらゆんたくしながら、酒を飲んで、日頃の疲れを取ろうというのがこの番組の、趣旨でございます。ちなみに勤労感謝の日は、ですね、昭和23年に、成立して、勤労たっ飛び生産を祝い、国民が互いに感謝し合うことを趣旨としているという。これは何、勤労感謝、仕事があることを祝うってこと。そうです、勤労たっ飛びと真面目な働くことを尊いものだということ、働けることを感謝するっていうことか。そうです、で生産を祝うと、生産する、うわめっちゃ物作ってるわって、ね、バンザーイみたいなことして、最後お前頑張ってるな、お前俺もなみたいなっていうことで感謝し合う。なんでアイスを笑ってんですか。頭悪そう。そう、うん、じゃあ別に休むではないんですね。勤労感謝の日だから休もうよっていうことで、けど一応祝日だから休みなさいということでしょ。ちなみにこの、元の話なんですけど、これ新嘗祭ですね。なんですか新嘗祭。新嘗祭はあれですよ、五穀、だからあとの。そうそうそう、農産物ね、うん、泡とかヒレとか米とか、麦とか、これ収穫するのを祝う風習っていうのが、飛鳥時代に始まった新嘗祭という天皇の重要な行事といいますかね、祝辞があるわけですね。それは戦前は新嘗祭ということであったんですけれど、JHQ の指導で、これなしと、国事行為になった天皇。天皇は、だから、なんて2700年だっけ、700年、うん、戦前にあった、戦時中にあった後期ですね、うん、あれも祝わなくなったんだ一般的には、うん、
そう、あの言える。だからいわゆる戦前からある祝日、うん、天皇由来のとか、うん、そういったものっていうのは名前変えて今祝日であるんですよ。これも実はそうだ。名残があるのがあれで、あの、あれだ、あれだ、建国記念の日、え、建国記念の日、建国記念の日もあれはだから本当戦前のあれは名残があるはず、うんうん、そういうのがあるんですね。あれだから建国記念の日はこの時に国が誕生したっていう伝説に基づいてるから、っていうことになってるってことです。そうなんだ。言い方が建国記念の日、まあ、でもね、建国記念の日当たってる、言い方建国記念日って言わないよね、うん、そうなんだ。私建国記念日って言ってた。あ、待って、俺何かと間違えてるじゃあ今ぼんやりさせますよ。建国記念をお祝いする日があるということですね。あとこれちょっと面白いなと思う、完全にウィキペディア読んでるだけなんですけれど、うん、一時は5月1日にいわゆるメーデー、うんうん、メーデーを勤労感謝の日に移動させる案が浮上したけど、頓挫した、そりゃそうだろうなって、うん、これちょっとだから国として決めるとちょっ と立ち悪いから難しくなる、社会主義的な感じになっちゃう、ちょっと意味が変わってしまうということだよね、はい、ということでその勤労感謝の日が1週間後ですね、ちょうど、11月23日の来週金曜日にありますので、それにまつわる、働く映画についていろいろ、もちろんだから働く映画をについてこうビールを飲むという意味で働く映画で一休みって意味なんですよ何の説明もういいや、はい、ということです。はい、これまたコメントいただいております、カリの方からですね、イリカさん、カリ今日は自宅だからアルコールが存分に飲めるぞっていうそっか、車だもんね、イリカさん、こちらイリカさんも泊まればいいのに、だからよ泊まればいいの、今度から泊まろう、ここ宿泊機能がついてる、宿泊機能がいいから機能がついてる、うん、一種の民泊ですよね民泊です、民泊、近所にお金取る民泊、お金払わなくていい民泊、民泊ですよ。で、工藤さん、我が家もまだ解除が暴れているので借りができませんと。ああ、そうですね。我が家の解除はひたすらトラックの荷台に土砂を積むブルドーザーごっこを繰り返されます。渋いな。で、でクドラクさん、早速働く映画について。会社物語の花始めのドラムソロはかっこいいですよね。会社物語って誰だろう、市川淳監督の。いい映画だったな。多分今見た方がちょっとクレイジーキャッツの面々がもう60代ぐらいの時に90年代ぐらいですね。ない90年代、うん、そうそう、だからその無責任シリーズとかクレイジーの映画、あれですごいガンガン言ってた人たちももうだからちょっともう定年するかしないかぐらいの時のっていうやつですよね。え、90年代だった、90年代だった、80年代わからん、あれどうでしたっけ、会社員物語、会社の会社物語は、88年だって。ほら。失礼。いや、なんとなく、俺の、はい、女性環境が良かった時期に。女性環境ってなんかシステムみたいな言い方するのやめてください。俺の、女性環境って女性女性。女性菌なのか女性なのか、どっちなのか。あ、女の人だ。彼女がいた頃ってことですよ。なんでそこでぼやかすのかわからないんですけど。なんか彼女と見に行ったような記憶があるなと思って。あ、これを確か。渋いな。だからなんか、あれ90年代って俺枯れてたけどな。90年代枯れてたの俺あれだよ、彼女いない歴15年だからね。全然いい肘ですよ。ねえ、15年なんてね。そうですよ。いや、わからないけど。そうか。これあ、そう、彼女。出来たてのほやほやの時期だったなのによ り, あのよりによってこのキャッチコピーがそれでは皆さんさようならみたいなキャッチコピーがついてる映画見に行ったんですか。それでは皆さんさようならメモリーズオブユーっていうサブタイトルで、サブタイトルですよ、キャッチコピーがそれでは皆さんさようなら、そうなんだ、それでは皆さんさようならなのかどうか分からない、それがキャッチコピーなんだ、うん、この頃の植木仁志が、うん、年齢的に、はい、88年、あ、60過ぎだな。その時はメンバー全員来てたんですか、88年の時代でしょう。そうなんだね、全員いるか、生きてるか、うん、ちょうど石橋英太郎は最初に亡くなったんだ。88年というと本当あれだ、バブルのもうまだ最盛期ですよね、86、88年というのは。で90年が最高潮で崩壊ってことです。一番若いヒットは谷圭かな、
安田かな。安田慎さんはまだ生きてるんじゃないの。そうですか。あ、亡くなってる。安田慎亡くなってる。犬塚が生きてるのか。あ、犬塚博さんは生きている。はい、あ、犬塚博士が当時50代だ。まだまだ50代か。ギリギリ59歳。谷圭が56歳。うん、会社員物語の時56は若いな。まだ定年前だもんね。うん、昔、定年っていくつでしたっけ。60。本当に昔は60じゃない。もう今70で、ね、65、70まで今伸ばすって方向で。いつまで働かせるんだろう。だからよ70、うん、70まで。税金、あの年金払いたくないのと税金納めてほしい。年金70からでしたっけ、もらえるの。じゃあそういう方向に持っていこうとしてるんですよ。ね、はい、コメントの方広、コメントいいですか。なんか年度の話がですね。年度話が今、これだって労働ですからね。工藤さん、勤労感謝の日すら休めない我々、そうですね。来年の10連休の、教授できようはずがない。ここは革命を起こすしかないということで。うん、いいですね。俺も革命を起こしたい。10連休にするって言い出して。だからよ、代替だからね。時給で働いてる人間は生活できるんだよね。10日も休みだよね。もうみんなが働いてる分、あ、じゃない、休んでる分働かないとね。入り計算が年度だらけですって書いてある。そうそう、入り計算、2、3歳児とか車輪付きのおもちゃは現金ですね。何でも乗っけて転がそうとしますから。工藤略花さん、家中が工事現場になってしまいます。そして洪水も起こしまって、あ、さっきのね、さっき漏らしました。入り川さん、うちは年度だらけですということですね。これちょっと待ってください。入川さんと工藤さんが子供話に花を咲かせるという状態ですね。はい、続いて入川さん、特幹事務所で泊まり込み付きの飲み会、今度お邪魔するときは枕持参ですね。枕持参いいですね。自分の枕がないと眠れない人いますからね。はい、工藤さん、入川さんに対してクリエイティブで羨ましいですね。クリエイティブか。うちの子たちは絵ばかり描いてるけどね。クリエイティブだね。うん、で、林さんに質問ですよ、入川さん。はい、林さんが見に行かれたという会社物語は流絵でしたっけと。多分スカラ座のような気がする。今の桜坂劇場の A ホール、ホール A っていう。松竹ですもん。うん、はい、制作がね。制作の方がもう松竹入ってる。ホール A だったと思う。市川純。今の桜坂劇場みたいで、多分絶対。うん、あの今こう年取って見えると絶対いいような気がする。ありますよ、ね、あの時気づかなかった話とかね。あの時何とも思わなかったけど、今見たら染みるとか、うんうん、染みる。あの頃はまだ未来があったもん。未来があった。林さんの言葉の端々、林さんの言葉もうね、ここ10年ぐらい林さんの言葉の端々がネガティブです。最近面白くないもんね。仕事もさ、片付けるために仕事してる。片付ける。もうまとめるみたいな感じですかね。楽しみはもうお酒だけで。ああ、菊村さんお酒好きでしょ。お酒は好きですよ。なんかちょっと待って、愚痴、もう愚痴にモードから入ります。今夜は多分仕事の話でそうなると思ったんです。だからね、そうなると思ったんです。今日は何て言ったんですか。いいんじゃないの。今日はいいか。今日はいいです。仕事の愚痴。今日はだったり、ただ責任持たないよ。え、責任持たない。ここで語ったことが、うん、お前なんだ、お前なんかインターネットでなんかひどいことかな。インターネットやみたいな。いいそう。最終的にインターネットのせいにするいうね、あるかもしれないですけれど、待ってね、まだあります。結構コメント今回書いてもらってもね、入川さん、クリエイティブの代償はめんどくさいですね。今や壁はカピカピですということですね。まあ、子育てするのもね、労働ですから。そうだね、うんうん、大変だよ。だ、保育園とかさ、幼稚園とかで働いてる先生はすごいなと思うんですよ。だからね、怪我もさせちゃいけないし、うん、あんまり怪我させてる可能性あるよね、蹴っ飛ばしたりとかね。それは虐待の方ですよね。ダメな話ですよ。まあ、うちの子たちは多分なかったと思うけど、後から言われたらいいですけどね。あの時私先生に叩かれてたんだよとか言われたらすごいギョッとしますけどね。でしょうじゃない。勤労感謝、そんな話はない。チンギッタぐらいあるよ。チンギッタって言うな。勤労感謝の日にさ、はい、まあ一般的に働いてるのはお父さんが多いじゃん。まあね、うん、こうどうなんだろうね。例えば母の日みたいな、まあ、休み、母の日は日曜日か、母の日とかは
まあ、母をいたわたり、まあ、父の日は父をいたわたりあるけど、勤労感謝の日ってどうなんでしょう。働いてる何が行われるんだろう、家族で。なんかやりました？ない。やったことないですよね。要はだから休みの日だから。だから例えば子供たちが働いてるお父さん、お母さんたちに。感謝を込めて。なんか、こうなんか。ないないない。それはやっぱ父の日、母の日ですよ。だやっぱさっき勤労感謝の日の内容言ったように、うん、お互いでいたわり合うんですよ。お前頑張ってるなと。でもそんなこと人生の中でしたことある？勤労感謝の日に。ないですね。ないですね、うん、ないな。じゃあどうしたらいいですか？勤労感謝の日とりあえず休めってことでしょ。普段頑張ってるから休みたいよ、ね、聞くさん、ビールのすごい速さでもう次のもなってますけど、これ何飲んでるの？本当だ。またなんか果実酒。朝休みだからって飛ばしてるな。ビールの次いきなりもうワイン。ワイン悪酔いするよこれ。チーズ食べながらすごいな。寄ってきたところで愚痴聞こう。はい、愚痴？そうですね。ちょっと今コメントをご紹介しましょう。はい、クドラクさん、働く映画といえば白い巨塔とか海と特約とか震えるさとか医者って仕事も大変だなと思いますんで、意に沿わない仕事ね。生体実験しろとか、うん、とかね、日本の、まあ、白い巨塔とか、ね、はある、まあ院内派閥働く映画っていうか、いわゆる会社って言いかないんだろう。いやだから病院内の出来事の、そうそうそう。出世に関することだから、うん、やっぱ組織の中の派閥争いとか出世競争のいわゆるだから仕事、はい、そのだからいろんな仕事があるけど、うん、その仕事の内容というよりもという組織の中で勝ち残るためのって話なんですね。って言ったら課長島工作、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 もう課長ですよ、課長島工作、うん、もうあれもそういえば映画化されてましたね。あれであのトシちゃんの、そうトシちゃんがやってた、トシちゃんだったっけ、小田よしと思ってた、うん違うトシちゃんで、なんでトシちゃんなんだろう。ね、まあでもどうなんでしょうね。あのそこそこ良かった記憶があるんだよ。これ見てないんですよ。あれは右曲がりのダンディは、あれも会社映画、うん、見てないんですよ。右曲がりのダンディは結局女にモテたいなって話だったっけな、うん、飲み屋でギムレットを頼むっていうのだけ覚えてるけど、主人公が聞いて、俺は映画見ててギムレットってなんだろう、どう、あのサラリーマン、若いサラリーマンがモテてモテてみたいな夢みたいな話ってこと？モテるやつだったような気がするけど、課長島工作ほど右曲がりの話あんまりなかったよ。右曲がりのダニーの右曲がりっていわゆるあっちが右曲がりってことでしょ？うん、あっちがって思想がってこと？今時右曲がりのダンディ在徳会みたいな。あ、だからそっちが右曲がりってことですか？そっち、俺の方指ささないでください。そうですよ。あの俺右曲がりのダンディは見てない、漫画も見てない。海外みんな左曲がりなんですよ。あ、そうなんだ。いや後でちょっと見てみます。だから日本人はあるかもしれんけど、でさ、まあ、右曲がりだからあえて右曲がりっていうことは、やっぱり左が曲がりが多かったってことで、うん、どっちかに収めないといけないじゃん。左利き右利きみたいなもんで、うん、でみんな大体左側に収まってる。センターはいないんですね。センターはこうなんていうの、ほらなんか休んでる時ってどっかにこんなに行くんですか。ああ、もたがりたい。林さん今自分の体で今表現する。ズボンってどうしても分かれてるじゃん。センターで収まるってことはよっぽどちっちゃいってことだよ。あのゲーム系の、あのショーツでは真ん中にするようにされてるのかを見たことあるでしょ。そうなんですか。ネットで見た。へえ。そんなのあるんだ。なんか想像つかない。あれ、お越しさんオフラインになっちゃった。あ、繋がった。クドラクさん、しまった。コイン忘れてた。延長がということで。大丈夫です。延長料、入川さん、菊村さんの号令を待たずに怪獣1号は寝てしまいました。それまだ近いですか、ね、よかったじゃん、寝てお休みになった、はい、分かりました。音は大丈夫かな、これで割れてない、大丈夫かな。大丈夫じゃないかな、分かんないですけど。ちなみに右曲がりの段で僕映画見てないんですけど、あの未だに思い出すのは、首里のね、キンキン屋という居酒屋で飲み会があったんです、うん、特館でね、特館のじゃない方と。それで内村さんが、うん、あ、暑いなーって言ってから、あの
トレーナー脱いだら T シャツに右曲がりのダンディって書かれてこの話は聞いたことあるけど場所まで覚えてるキンキン屋名前がキンキン屋の上に右曲がりのダンディって聞いたうちらさん、うちらさんそれ何ですかって聞いたらあこれ龍英からいっぱいもらったんだよいっぱいあるよ色違いこれあれよ、あの特刊ごとっていうかあのキネマ探偵団当時の新聞紙面で連載してた時に、うん、熱狂でね映画館側からいろいろ映画物のもらったりするんだよねプレゼントに使ってくださいってことで読者プレゼント右曲がりのダンディがねいつも応募がなかったわけ、それで内村さんもらってる内村さんは当時竜兵の人間だったのかな竜兵の人間だったかもしれない働いてたかもしれない、うん、多分つい最近の数年前も内村さんまだ右曲がりのダンディ T シャツ本人が何とも思ってないっていうのがすごいなさすが天然といつも思うんですけどそれコメントイリカさん、あ、コインの件、コイン投入するの忘れてた。おこしさん、コイン3枚持ってるんですけど、どう使っていいか分かりません。どうなんだろう。ここをクリックしたら出てくるんですよね。すべて見るっていう。画面の左下にあるコイン、このあのネズミ色のコインの、すべて見る押せばできるってことですね。うん、なるほど。あ、1回切れたんだ、延長。延長できなくて切れたってこと、うん、なんか一回さっきオフラインってなってたオフラインになったって、うん、これ不思議なんだけど俺の iPad でずっと見られてるわけさ、うん、切れないわけなんでだろうね、ま、だ俺別にログインもしてないやけどカウントしてでもツイキャスはよくわからんなんでだろうな、工藤さんなんか配信帰ってきた平和は戻ったということですね、エリカさん課長島工作ってトシちゃんのキャスティング今考えたら大概だけど監督が根岸をしたろそうだねうん、一平の雪や永遠の二分にちょっと撮ってる人がというで一平の雪俺一度会ったことあるかも根岸をしたろ、うん、俺誰かと間違えてるかな一平の雪ってあれか津川雅彦のスケベなやつだそうですね一平の雪も良かったような気がするんだけど秋吉久美子あ、ね、これ土曜ロードショーかなんかでやっててまあ、大体あの頃の菅政子はスケベですよ、うん、多いよね。ベッドシーンやったら多い人です。はい。おこしさん、すべて見るクリックすると5枚ないと使いませんって出ますと。わ、難しいな。あ、そうなの？うん。工藤さん、伊丹十三のスーパーの女。ああ、そうだ。スーパーの女もお仕事映画だ。伊丹十三は大概なんていうの、お仕事映画で、ね、のマニュアル映画だから、お葬式もね。伊丹十三、うん、スーパーの女は公開当時は都市伝説というか噂話みたいな薄っぺらい映画っていう印象だったけど、今日見返すと早すぎた食品グッズの枯渇映画だったなと。そうだね。あのクズ肉屋が出てきたりしてね、クズ肉屋っていうのもすごいと思うんだけど。すごいってないな。あのね、不破万作。あの高級あのに、精肉の担当の人が高級なんて和牛を、うん、あの 仕入れるんだけど全然売れない、うん、今度は売れないのなんで購入するのって言ったらいやこれ見た目なんだよとか言って合流するんだけど実は夜になって店も閉まると、うん、クズ肉屋の不破万作が来て、うん、へ毎度どうもしてボストンバッグ開けてなんか入れるんだよ、でいつものみたいなお金あってでバレるみたいな感じがあって実はそんなことしてたっていうのがあったはい、まだ、クドラクさん右曲がりのダンディといえば松本小雪は大好きでした松本小雪松本小雪懐かしい分からんなめっちゃ懐かしいあの色の白い人だよねおっぱい大きかった人では痩せてるけどここだっけ言ってる人だったらこっちはここだもん分からん見ても分からない、うん、なんか深夜番組バラエティ系出てなかったね、髪の毛ね結構短めにしてねあのおかっぱみたいな感じでおしゃれな今昔で言うハウスマヌカン的な、うん、これとかそうですよねそうですよね、うん、という感じですけれどはい、お子さん、コインがなぜか4枚に増えました5枚になったら延長していますどういうことなんだろうやっぱよくわからないことが多いな、入川さんその子さんそうですと津川雅彦と秋吉久美子はニャンニャンする映画ですニャンニャンスケベニャンニャンって言葉使う人いるいるどこにこっちにお前かちょめちょめとニャンニャンねあえて使ってます、ね、まだ見られてんだけど
俺の個人の。いや30分延長まであと1コインで出ててもなんかもうなさそうな感じですけど。一回も時計古い iPad だよ。うん。iPad とミニ。なんででしょう。ここでもさっき一旦オフラインってなって5秒くらいですぐ戻ってきて、うん、みんなが喋ってる間。なんか自動的にもう勝手にまたできますよね。ただ切れるだけでもいいか。あ、ハヤテリさんありがとうございます。コインいただきました。ありがとうございます。でもさっきからコロナでツイッターのもうやり取りばっかりして内容がまたちょっと滞ってますので。そうですね、ちょっとコメント皆さんいただいて、松本小雪の深夜バラエティというか、ま、怪物ランド主演のウソップランド懐かしい。エリカさん、一連の雪印とかで騒がれた10年前に予見した映画だとちょっと話題になりましたね、スーパーの女と。なるほど、ね、こんな感じでね、働く映画についていろいろ語って、ありますよ俺。最近というか去年みたいですかな、あの女神、タイトル忘れた、女神女神がつく外国映画女神がつく外国映画ちょっと待ってよ、思い出す。女神がつくか外国映画、タイトルが今出てこない。女神たちの沈黙じゃなくて、女神の見えざるって、あ、それだ、それそれ、おすごい、なんでリュウジーが知ってる。いや、最近の映画だったからですよ。あの、ジェシカ・チャスティン、最近よく出るジェシカ・チャスティンですね。わからんな、あのそれが何でしょう。皆さんも何か映画あったら言ってくださいね。面白かったよーか。どんな映画ですか林さん、本当に面白かったで終わり。あの、いやいや、これあのこれどこ話せない、あんまり話せない内容っていうか、確かアメリカのこれ政界の話じゃない。政界に関係あるけど、ロビー活動の話、あれなんていう職業っていうか、ロビーストでしょ。ロビースト、あ、そう、うん、日本にあるかどうか分からんけど、そういうある表立ってあんましないけど、政商的なやつ、まあ、プロデューサーに近い感じかな。ロビー活動っていうのがいまいちまだ日本に浸透してない。政治家とかに働きかけて、会社とか、まあ、巨大な会社とか、政治に限らないけど圧力団体とか、ここら辺の法案を通すのに、うん、まあ、あのお願いしますよと、援助もしますよとか。あれ、すごい、送り人が受賞したの何だったっけ。何が、ね、送り人、アカデミー賞、アカデミー賞、外国語賞、あれロビー活動がすごかったっていう話を聞いたようなやつ、あのあ、いわゆる映画祭とかでもそんなのがある、ロビー活動一時あったのが、だから DVD めっちゃ送りつける商法となりましたね。もう追放されたワインスタインが、あのプロデューサーのワインスタインが、あの何だったかな、恋の落ちたシェイクスピアとか、あそこら辺 DVD をどんどん審査員に送りつけて見てくれた、なんかそういうことやって撮ったと。全然そんなにヒットもしてないし、そんな派手な映画でもないのに、なんでみたいな。なんかなんていうのかな、権力ある人とか、そういう人たちにプレゼンっていうか、プロデュースするっていうか、そういったの、うまく宣伝する、はい、もう多分ロビー活動って俺勝手に理解してるけど、なんか権力ある方々、はいはい、で、まあ、それをやっている仕事の女性が主人公で、で政治ある、まあ、政治家の選挙にかかられてくるんだけど、でいろいろね、会社内のなんやかんやがあって、結局出ないといけない、飛び出さないといけないけど、聞いてる、うん、聞いてますよ聞いてます今聞いてます、あの調べながら聞いてるんですよ。だからこうなんて、今までいた会社とライバルになっちゃうわけ、今まで一緒にやってた人たちとかね、で、これも昨日フィルム、結構ね、だから、まあ、女の人なんだけど、主人公、女の人なんだけど、ちょっとまあ仕事中心の生活で、ある種まあ冷たい人間っていうか、まあ、クールというか、冷酷というか、冷酷な部分を見せてて、割と敵も多いわけ、で、その後どうなるのかっていうところが、あんまり言えない映画。もう
最後になって、おお、なるほど、そういうことだったか。ジェスカ・チャスティンって、あの口紅真っ赤に強くしてるけど、ね、すごい似合うんだ。あ、そうなんだ。主人公の人。そうそう、ジェスカ・チャスティン。知らないで、この映画でしか知らないで。面白そう。あのね、ジェシカ・チャスティンって言ったらあれですよ、なんだっけ、暗殺の映画。暗殺の森。暗殺の森しか分からない。スピルバーグのミュンヘンとか違う。あ、もうそれに近いです。ジェシカ・チャスティンといえば有名になったというか、一気に有名になったやつが、ね、なんだったかな、名前が出てこないの。ゼロダークサーティーだ。ゼロダークサーティー、あの CIA の職員なんですよね。あのウサマ・ビン・ラディン、うん、ああ暗殺するまでの話で、うん、その、あ、なんだっけ、居所とか、うん、そういうところを突き止めようと、動く CIA 職員の女性の役をやってるんですけど、監督があのあれですよ、キャスリン・ビグロー。これも女性です。キャスリン・ビグローって言ったらあれですよ、デトロイトですよ。デトロイトっていう映画でも監督した、うん、とにかく骨太の映画ばっか作ってる人、うん、だって元旦那があれです、タイタニックの監督さん。あの監督さんはとにかくあの喧嘩強い女性大好きだから、うん、お母さんみたいなとこあの女性とばっか付き合ってるから。そうなんだ。キャスリー・ビグロもとにかくすごいんですよ。これいいよ。カニ光線が出てる。カニ光線か。カニ光線って映画見てないんだよな。カニ光線って一本だっけ？カニ光線はね、あの2009年に、サブ監督で一回あの映画化されてるんですよ。その前にもあるんですよ。あのだから2009年っていうのは、あのあれなんでブームなった、ちょっとだけブームなってるね、うん、やっぱあのブラック企業とかもとにかくあの虐げられてる人たちが多いということで、カニ光線っていうのが改めてなんか今と自分たちと一緒じゃんみたいなところで改めて人気が出たみたいな。ユーミが言ってるのは何て言うんですか、カニ光線、うん、あ、そうか、え、日本映画データベースではあのサブ監督が撮ったのが2009年のやつで、もう一つが1953年山村総監督、山村総ってあの俳優じゃない、そうです、の、カニ光線というのがあります。そもそも原作は小林武史ですからね、拷問して殺されたとこに。あ、知らない、写真まで残ってる。へ、そうなの、ひどい目にあってね、そのあのあざだらけの、うん、ちょっとコメントご紹介します。そう、カニ光線については工藤さんが労働のすべてが全て集まって溢れてますものだって、その通りですね。はい、イリカさん、ジェスカ・チャスティン、ゼロダークサーティーと。ゼロダークサーティー号やたら出まくってるんですね、顎割れててということで。あのジェシカ・チャスティンがね、名前言いにくいんですけど、よく出てますよ、今すごい、うん。ということです。あ、そう、外国人の分かりやすい、まあ、カニ光線っていう、まあ、ちょっと、なんて言うべきかな、はい、仮想っていうか、この。仮想、こう、あ、階級というか、こう市民レベルとしてもちょっとこう底辺に所属する労働者たちですよね、うん、で、さっきの、女神のプロレタリアですよ、だから頑張って、もう忘れたな、神の見えだ、女神の見えだろって もう、だって映画で見てるね、うん、まあ、それとか、もう一つ、うん、ワーキングガールっていう懐かしい、80年代から90年代、あれは80年代だと思いますよ。だから、いえいえ、なんか上の階級の人が久々に聞いた、働いてる人たちの話で、さらに上にのし上がるっていう話、女性、この女性が、これあの俺はゴールデン洋画劇場に見ました。俺映画館で見てるんだけど、これも1988年、林さん大体88年の映画館で、これも多分ね、俺ちょっとね、ウハウハな時期になった、ね、女性環境の良かった女性関係の女性環境がなんかシステムみたいな言い方するのやめてもらえます俺の周りの女性環境が環境じゃなくていや俺の環境だもん俺の環境だもん多もんこれですね、あのワーキングガールも YouTube で出てますよ。あの懐かしい、そう、メラニー・グリフィス、シガニー・ユーでハリソン・フォードで、ハリソン・フォードが、あー、すげー、うわー、もう今ね、すごい、なんでハリソン・フォード、シガニー・ウィーバーが、あの、そう、
迫ってるんですよ、うん、ハリソン・フォード。でハリソン・フォードがポンコツなんだよね。いい役職についてるいい男なんだけど、いつもあたふたしてる。あわ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 
アメリカでだんだんこう女性がこう会社の上の何ていうのクラス職場の方に進出していくっていうのがだんだん普及してた時期なんじゃないの。そう、それで面白いのがメラニー・グリフィスはその男社会の中の会社の中でどんどんのし上がっていくんだけど、うん、ライバルというかね、それを潰そうとするやつも女なんだよ。それがシガニー・ユーバーなんだ。シガニー・ユーバーね、エイリアン倒すぐらいだから、うん、だからもう怖いっすよねそういうメラニー・グリフィス最近出ないね、うん、思った俺も。あれね、メラニー・グリフィスの格好がちょっと話題になったんで、あのいわゆる肩パッドリクルートスーツって言い方も変だけどスーツなんだけど、足元がジョギングシューズみたいな感じ、外しスニーカーね、スニーカーみたいな。であれがニューヨーカーの間で流行ったの、ゴアシゴアシってニューヨークで行ってたよみたいな俺ニューヨーク行ってないからそうそうそう、このワーキングガール方式で言ったら、うん、あのプラダを着た悪魔もそうだよね。あれもやっぱりだから一番、うん、だからどうにかやらないといけない女性だから、詳しいな。同時上映に詳しい人。前から僕はイリーザだって同時上映に詳しいよ。いいじゃん、イリーザ同時上映みたいな、なんか名前つけたじゃん。イリーザ同時上映。響きがいいな。響きがいいっすね。書いてる。ワーキングガールは1989年公開の映画です。日本では89年。ちなみに同時上映はコリー・フェルドマン、コリー・ハイム。申し訳ないけど、あ、運転免許証。あれ、俺それは 見た記憶ないわけ。分かる。俺映画館で見てるはずなんだよ。コリー・フェルドマンが、え、コリー・フェルドマンがメガネかけてたっけ、マシカップの。89年だったら。で、そっち落とされるんだ。あ、そうそうそう。89年の頃とか戻ってフリーパスだったから、メンバーみんなタダで映画見られた時期だった。はい。で、だから見てるはずなんだけど、あのこの運転免許証っていうのも俺見た記憶がないんだよな。なるほど。ちょっと話戻ります。ゼロダークサーティー監督キャスリン・ビグロンの旦那さん、名前忘れてた、もう完全な度忘れです。ジェームス・キャメロン。あ、ゲール、その前はゲール・アン・ハードという B1 プロデューサーと夫婦だったっていう、ジェームス・キャメロンがね、うん、だからとにかく強い女性が、うん、力が強いか権力があるかどっちかです、うん、あと権力も力もないけど守ってくれる人、うん、いいんだよと私が働くからあ、頼もしいね、うん、そうですね、ジェームス・キャメロンはトラック運転手してる頃に高校の時から付き合ってる奥さんがウェイトレスやってて、あなたは夢があるでしょと、トラック運転手辞めてもいいのと、私が稼ぐからって言って、それで辞めて映画スタジオにもお金いりませんって入って、そこでのし上がるんだけど、のし上がったら今度はゲール・アン・ハードに会って、その敏腕女性プロデューサー、彼女と付き合うようになるんだ、捨てるんだよ。へーで、ゲール・アン・ハードも捨てて、うん、それの繰り返し、のし上がっていく、のし上がっていくってとにかく強い女が好き。すごい、さ、でも最優なくのし上がっていくんだな、キャメロンって、うん、キャメロンはね、黒い巨塔だね、黒い巨塔違う巨塔に聞こえますけど、巨根、巨根だからよ、俺もちょっと思った今、今日ちょっとあれだ、セクシャルですね、話がセクシャル。そうで、ジェームス・キャメロンって言えばあれですよ、ジェームス・キャメロンの、女関係の話で言うと、なんでよあれです、なんだったっけ、ターミネーター、うん、ターミネーターの、ヒロインを務めてた人、シガニー・ユーバーじゃないよ、はい、名前が出てこない最近顔は分かるけどね、出ました、リンダ・ハミルトン、うん、リンダ・ハミルトンはターミネーター2の頃に付き合うんですよ。付き合ったんだ、どうだっけ。で、いや、結婚はしなかった、うん、確かしなかったはず、うん、で、自分好みの女にするために映画にかこつけてめっちゃ筋肉もりもりさせるんだ、あいつとにかく強い女大好き、やっぱ強くさせたよ、カンドル忍ぶみたいなね、いや、ほんとそっちが好きかもしれない。で、タイタニックでは、うん、その映画違うけど、あのイギリス、あの女優さん最終的にさ、なんだっけ、あいつがディカプリを助けるっていう設定になってるし、
とにかく女が強いです。アバターもそうです。アバターも最終的に女の人が助けてもらう。主人公あんなに頑張るのに最後ボロボロなるところ女の人に助けてもらう。アバターとかすごいよ。身長3メートルですからね、ヒロインが。宇宙人だから拾われますからね、この人。3メートルのヒロインに、うん、まあいいや働く F の話じゃないですね。はい、あ、そうそう書いてますね、そうそう、強そうな女性が好きなんですよね。そうです。はい、クドリャックさん、働く方が日本映画の4番打者といえば黒部の太陽。やっぱそうだよね。石原裕次郎、すげえすげえと伝説的だったもの、最近解禁された実に上調の映画で個人的にはがっかりしました。え、そうなんだ。プロ野球で例えるなら現在の張本磯でしょうか。老害感が例えますと、カーツみたいな、ね、そんな映画なの。あの4年ぐらい前か、日本映画専門チャンネルで放映したね。長い、とにかく長い。あのオールスターなんですけどね、三船敏郎も出てたんじゃない。というか、あれはあの三船プロと石原プロが一緒に、だから映画か、あ、映画会社が作ったというよりもこの2つが、だからもう、だからスター 超自主制作映画みたいな感じ、うん、いや、だからもう、はい、いわゆる日本の4大映画会社とか5台とか言われてる、その映画会社がボロボロになって売れなくなって人数が減って、スターたちが会社を飛び出して自分たちで会社を作る、プロダクション、石原プロ、三船プロ、勝プロとかね、で映画ガンガン取り出す頃ですよね。でこれで大動きしたんだよ。いや、大ヒットしたでしょ、黒部の太陽は。石原プロってそれで過去もいたんじゃなかったっけ。いや、黒部の太陽はもう大ヒット作ですよ確か。そうなの、だったはずだよ。はい、大ヒットしたの。クドリャックさん、なんていうか素材よし、キャストよし、ロケ撮影もすごくよしなのに仕上がりは大惨事。もったいないですよね本当に。どうしてこうなったかが満載ですということで。そうなんだ。いや、黒部の太陽はヒットしたはずだよ。あれ、でもこれそれで石原プロ傾いたみたいなこと聞いたよな。あ、幻の大ヒットって書いてる。ヒットしなかったってことじゃん。え、どういうの、幻の大ヒットってなんかどっちなんだよ。ほら、800万人という膨大な数の観客が見た映画って書いてある。どういうこと幻って。もうちょっと分かんないですけど、800万人も見たら大成功でしょ。うんうん、その当時が受けなかったとか。いやいやいや、当時800万人ですからね。はい。確かにシャープの声で傾いたって聞いたような気がするな。だから単純にヒットしたからといっても、うんうん、制作費とかに金かけすぎて赤字っていうこともありますからね。だから利益は低かったとかじゃない、うん、金払いすぎたとかね。うん、売り上げは多いかもしれないけど、支出も多い。多いってやつですね。黒字倒産みたいなやつですね。はい。じゃあ、自分紹介していいですか、はい、もう、いろいろありますよ。うんうん、好きなのはあれです。あ、書いてるよ、何？事務所が傾いたって黒部の太陽で。あ、ミュートです。ミュートかミューテか教えて。読み方がわからない。黒部の太陽で事務所が傾いたとゆうちゃんの奥さんの方に書いてある。ゆうちゃんって石原裕次郎ね。ゆうちゃん知り合いかな。北原美恵だね。北原美恵ね。なるほど。やっぱほら傾いてる。傾いたんだ、うん、うまくいかないですね。簡単な一言。じゃあ自分いいですか、うん、あれですよ、やっぱ増村康造ですよ。増村康造の巨人と玩具、あ、働く映画でしょ。広告代理店なのかな、ね、じゃないです、お菓子会社です、うん、あ、お菓子会社の広告部門。本当だ、かわいいね。かわいい、これね、かわいい、ビジュアル最高なんです。かわいい、ビジュアルとにかく最高です。はい、これがこれ、ね、1958年か、うん、そうかそうか、カラー映画ではあるね。カラーです、もうどぎついカラーです、これシナリオ白坂映画一緒じゃない確か。巨人と玩具は、キャラメル戦争の話なんですよ。何の話かって言ったら、お菓子会社で働いてる人たちの話で、ライバル会社が3社とか4社あって、うんうん、これからキャラメル商戦が始まると、うん、これが勝負だということで、うん、宣伝コースをめちゃくちゃかけるんですよ、どっちも。であっちが、何かおもちゃをあげます、うんうん、キャラメルのこの応募したらおもちゃあげます、うんうん、いや、おもちゃだったらこっちは旅行だ、いや、動物あげます、いや、じゃあ家をあげますとか言って、どんどんエスカレートしていくんだ。そんなことあったんだ。で、そんな時にその主人公というか、主人公の上司がすごいやり手の人なんだけど、うん、
あのそんなに可愛くないそこら辺歩いてる女の子を捕まえて、うん、この子をスターにするとこの宣伝の中で、で有名な写真家に写真を撮らせて、うん、あの仕掛けて雑誌の表紙にさせて話題にさせてだんだんスターになっていく、うん、でスターになっていくんだけどだんだんその純粋だった頃の感じがなくなっていって、うん、どんどんその宣伝商戦というかそのそのマスコミとかメディアの中に揉まれていって、うん、どんどんそういった純粋なものがなくなっていくという話なんですよ、うん、ちょうどだからその1958年だから高度経済成長が始まりつつあるところですね、うんうんうん、60年代にこう行くんだけど、うん、そこのその邦画と言われてるところでね、発画というか邦画というかの頃のとにかくそのでも予兆を感じさせるよ高度経済、うん、もう始まってると言っていいはずよ。で、 でもこれ今俺さっきさあの広告代理店って言ってしまったのはやってること広告代理店の仕事だもん、うん、やってることこれなんでかっていうとこのお菓子会社の広告部なんですよ、うん、ので勤めてる若に働き出した若い男と、うん、その上司にあたるそのやり手の上司この2人を中心に、物語が始まると、うんうん、でライバル会社は女性社員で今度色仕掛けでやってくるとか、うんうん、で情報ばらされたとかそんないろんなことが出る。そうそうそう、あと同級生がライバル会社のまだ広報、うん、そうそうそう、うまくやれよと要領よくやれよみたいな話で、で最後はもう最初はうまくこのなんだこの戦い競争をうまくまとめて、うん、うまくやってどうにか上に上がっていくことをするんだけど、だんだんみんな巻き込まれていく。自分で作ってるはずの絵だったのが、うん、自分自身も巻き込まれていくとおかしくなっていく、うん、お菓子だけにね終わり終わりじゃない終わりじゃない、はい、で今ちょっと皆さんこれね、でもこの巨人と玩具はやっぱ先行ってる感じの映画で投資としてる。そうですね、最先端系の業界の話だから、うん、だから今見ても非常に楽しめる。あ、今もあんまり実はあんまり変わってないなっていう、うん、だから白坂芳生の脚本が素晴らしい、うん、はい、なんか見た感じそんな昔じゃないって。で今ちょっとね、その子さんと菊村さんに YouTube でアップしてる巨人と玩具の映像を見せてたんですけど、これが全然キャラメル会社でも何も分かんないでしょ、ね、いわゆるなんかNG ワードで言うと予告編じゃないですよ。映画の中に出てくる、映画の中に出てくる NG ワードで言うと土人の踊りです。わーおーわーおーわーおーって言いながら踊ってるシーンがあるんですけど意味が分からないでしょ。インパクトはあるけどこのね真ん中で踊ってる人がその見出された少女なんですよ。へー、かわいい、美人。ちなみにこの人歌めっちゃ下手。あ、そうなの。野添野添瞳。でも実はこの川口博士本当の奥さん。そうですね、主人公の青年社員が川口博士っていう人で、うん、この人実際今度夫婦なんですよ、うん、でもちょっとね不幸な夫婦なんでね、うん、2人とも早くなる、亡くなっちゃったって、うん、これはねいい映画です。面白い面白い。だから野添瞳のこういじり方とかもいいしさ、映画の中で非常になんかさこう最先端東京っていうところの最先端で働く人たちの忙しさ、うんうん、だからこの映画の中でちょっとねバリバリの上司だった人が落ちぶれていくのも描くんだよね、うんうん、そう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 、ちょっとこのねだからバリバリだったのにこれ、あと上司でいつも薬飲んでる人この映画だったっけ、薬飲んでる人がいたの。そうですそうです、巨人と玩具巨人と玩具の頼りない部長みたいな人がいたさ、課長なのか部長、いつも胃薬ばっかり飲んで思い出しました。高松秀郎は川口博士が川口博士がラグビー部出身のまだだから会社員なんだっけ、社会人になりたての何にもわからない男が主人公の川口博士、うん、でやり手の上司が高松秀郎、もう一人で高松秀郎の奥さんのお父さんだから義理のお父さんで自分の直属の上司の広告部の部長をやってる人っていうのがいるんだけど、もうこの義理のお父さんはすでにこの会社に揉まれすぎてからもうバリバリやってたっていう話が出てくる。体壊していつも胃薬飲んで、そうそう、もう胃が痛いっていつも言って胃薬ばっか飲んだ
で、この高松秀郎は自分のこの義理のお父さんを追い落として自分が上になろうと。確かその、うん、その義理のお父さんのおかげで多分成り上がったって感じじゃなかったっけ、うん、会社内の上司会社内の派閥のだから政略、だから政略結婚に近い形だから愛のない夫婦なんだよね、うん、子供もいなくて 猫ばっか抱いてる奥さん。だから結局これもだから会社の犠牲になるのかどうなのかっていうところを問うた映画っていう感じかな。で主人公がどうなっていくかって感じじゃない。誰が主人公？川口浩司が。だからね、この人ものぞいだから主人公は3人4人いるって考えた方がいい。3人いるって考えた方がいい。まあでもまあ普通はやっぱり川口浩司なんだけど、うん、だんだんね、だんだん上と同じ、うん、考え方の会社、結局会社の歯車の一部でしかないっていう感じを思わせるような、うん、で映画的な演出も面白いんですよね。タバコに火をつけるところがあって、うん、カチャカチャカチャって火がつかない。そのカチャ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 って音に合わせてオーバーラップしてからキャラメル工場のキャラメルがガチャガチャって出てくるんだよ。それとそれを何回も何回も繰り返すんだけど、だんだんその歯車を表現する。主人公たちもその歯車なんだよっていうのは後から分かってくる。あと映画として面白いっていうのが、当時の風俗が見れるのが超面白くて、その風俗というかそのキャラメル会社のその宣伝合戦っていうのがすごい面白いわけ。その凱旋者というかその選挙会みたいなやつに乗って、うん、あっちはなんかプロレスラー使って毛皮のなんかこんなのつけてから、うん、うおーってやってるシーンが出てきたりとか、うん、でもあれは本物のプロレスラーじゃん。本物プロレスラーですよね、当時の。でうちらはじゃあ宇宙時代だっていうことで宇宙服着てから宇宙の格好をで、なんかテレビ局でなんかロケット、なんか昔のロケットです、ロケットから降りてきて光線銃持ってから踊ったりする。まあ、これがね、可愛いんですよね。あ、また見たくなった、この映画。うん、面白かった、巨人とか。キャラメルがそんなに熱かったとは。うん、とにかくこれは労働を描いた映画ですよ。野添ひとみ。じゃあ、トップクラスの忙しい人の。うん、そう。で、野添ひとみ、そのなんか見出された女性。あ、少女。で、その子は貧乏な大家族の家で。どっかに祠あったんだよ、確か。そう。で、歯もね、かけてる。かけてる。これは直させるんだよね。って笑ってるんだけど。で、普段は、家にお金入れないといけないから、ちっちゃい大タクシー会社で事務員やってる。うん、で、そこで、なんだっけ、カエル育てるのが趣味みたいなのが。拾ってきたカエル。オタマジャクシカエルに育てるのがいて、そこで、タクシー会社のタクシー運転手が、不景気だから、うん、タクシーにもならないで、うん、2人でずっと将棋指してるんですよ、うん、で、景気が悪い、景気が悪い、うん、なんかもう近年まれに見る不景気だっていうシーン、うん、しながら将棋打つんだけど、うん、でその後少女がどん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 偉くなっていく、うん、どんどん有名になっていくんだけど、またタクシー会社出たら同じこと言ってた、景気が悪い、景気が悪いって、うん、なんかそこら辺の対比も根本自体は変わってないって。とにかく、ね、面白い人がどんどんこの仕事によって成り上がっていくけどどうなるのかっていうところを見せてるとか、人間模様の見せ方うまいよな。そう仕事とか状況とか環境でどんどん原作あるの？って、あ、原作海溝健だ、海溝隆だ、オーパーですね。海溝健っていうのは海溝たけしだ、たけし。あ、そうだ。ちょっとコメントご紹介します、はい。待ってね、その巨人と玩具のところから言いましょう。入川さん、入圭さん、巨人と玩具、前に某動画サイトに上がってて、見よう見ようと保留してるうちに削除されたので悔しい思いして、全部上がってたの、うん、後で教えてくださいって言うのもよくないよね。巨人と玩具は、小野道子の脱がないのに溢れるエロティスム、ラストの川口浩の死んだ目、この2つでもう、どんぶり飯がいけますと。で、あと工藤さん、あの映画当時のものとしては珍しくエンドロールもついてて、それがまた妙な要因を生むんですよね。小野道子、はいはいはい、ということです。これとにかくキッチュで派手で、ビジュアルが面白くて、風刺も効いててすごいいい映画です。ぜひ見ましょう、巨人と玩具。小野道子、ちょっと、まあ俺の林さん、巨人と玩具ってどこか持ってるよ。あ、持ってるんだ。お、絶対これいいですよ。やった、今度鑑賞会だ。鑑賞会しましょう。やった、日本に、日本人教師人教師も含めてね、うん、パンナムで日本と
でも見ましょうね。はい、ミュートさん、労働者といえばチャップリン思い出しますと。ああ、そうだね。そうだよ、モダンタイムズ。モダンタイムズ、うん、まさに歯車に巻き込まれてますもんね。だから似てるよね、巨人とかも。うんうん。うん、だからあのチャップリンのそのモダンタイムズは、多分でも結局チャップリンがあれをやったから、次にあれに合わせたような作品っていうのを生み出されたと思うんだけど、うん、巨人と玩具はやっぱり根本を正せばチャップリン。チャップリンですね。そのモダンタイムズ。チャップリンが先なの。もちろん、もちろん。モダンタイムスって宣伝でしょ。すいません。酒飲んでるから許さないよ。あたしゃ許さないよ。あたしゃ許さないよ。なんだっけ。ああ、そうです、コメントちょっとさかのぼりながら見てるからちょっとあの前後します、ごめんなさい。工藤さん、しまった、巨人と玩具忘れてたということで、ワールドキャラメルですよね。わかるわかる、ワールドキャラメル、わってちゃんと歌があるんだよ。だんだんこれがあのいろんなのが音楽が重なって重なってさ、もう頭おかしくなりそうな感じです。で、イリーケイさん、私事ですが、怪獣4匹就寝しました。お疲れ様でした。お疲れ様です。4匹いるから ね、かわいい盛りが4匹。男の子4人だっけ。大変だったらもう大暴れでしょ。うん、すごいな。はい、まだあります。まだあります。イリーケイさん、鑑賞会イエーイ。さっきのあれや、来るでしょ。そうです。はい、で、あれなんか工藤さんがなんか貼り付けてるけれど、あれこれそう、そうそうそう、今ね、まずいやつ、まずくないまずくない、入川さん、あ、入川さん間違った、工藤さんが貼り付けたのは巨人と玩具の一場面ですね。わかります。このオープンカーに乗ってるのが川口浩司で、このなんだっけ、このドアの部分をちょっと人差し指でこう、うん、こう撫でてる、このあの方、綺麗な方、この人が小野道子だ。うん、だからこれはライバル会社の社員さんです。うん、色仕掛けてくる。これあなた何にも分かんないよ。同級生という設定だったっけ、主人公と。主人公の同級生は同じラグビー部出身の別の会社の人。女もそうだった。そうだっけ。それであんた どこの会社みたいな、ライバルだねみたいなことじゃなかったっけ。でこっちの方が先輩なんですよ。あの知ってんですよ。ちょっと繋がってたよね、この女と。女性、あれ男女関係。ありあり、匂わせてありあり、チチクリやってた、ありあり、チチクリやってた。だからこの主人公が軽かったよ、確かその男女も関係に関して。いや、純粋ですよ。結構本気になるんだけど、あなた何言ってんのって、逆に女の人が返されるの。女の方が遊んでるって。遊んでる。この人ちょっともう一回見たい、もう一回。俺は真剣なんだよみたいなこと言うんだけど、俺もう一回見たいから、見ようぜ、見ようぜ、イエーイ、キズとかイエーイ。ちょっと忘れてんな。おしゃれだよ。白坂芳雄っていう脚本家、いいよ本当に。そう、白坂芳雄、彼もだから橋本忍 と全然違うタイプで、うん、でも外れはない白坂芳雄も、うん、いい脚本家です、うん、橋本忍は割とこの計算でちゃんとこう話を組んでいくタイプだけど、白坂芳雄は経験値が高い、経験しまくってますからね。遊びまくってるのをネタにちゃんと盛り込むのがうまい。なるほど。いわゆるあの本当都会派の遊び人だよね。ええとこの子で。絶対俺が真似できないタイプ。はい。遊んでないので。本当に俺遊べばよかったと思う。今からでも。前も言ってたよね。今からでも。ねえ、今から遊んでください。けどね、真面目な人が、今遊び方を経ってから遊びをほうけると、うん、遊びと本気がもうわからなくなって立ち悪くなるんですか。そうで炎上するよ、炎上する。今頃だから辻とかで俺のことどう思ってんだよとか言って、あんだけ金お前のために金どんだけ使ってたんだよって。秋田県知事、秋田県知事だっけ、新潟県知事でしょ。新潟か、あの女子大生筒本瀬事件、筒本瀬じゃないけど国場この人じゃなくて、本人はだから言っちゃった。本人は真面目に付き合うつもりだったけど、ちょっとお金も渡しちゃったりしてて、税金サイトで、あれがだからどうなのかって話ですね。あのお金も出し、本人は真面目だったって、そんなこと言われてもちなみに俺と同じ人しか、俺より一つ年下だった。女子高生だったんですか。いや、女子大生、知事が、うん、だから俺ちょっとね、身につまされるけど、あ、彼は出会い系か何かだ、うん、でしょ。それで、それ女の人、女子大生の彼氏 が 金を要求したのかな。お前いいのか、この下にとかって、なるほど、ね、
別に女子大生だったら何でボン問題があるの。いや俺に言われても林さんに聞いてください林さんに聞いてくださいってよくわからない林さん知事じゃないんだから俺出会い系すらやったことないんだから。すらそうなの。やったらいいよ SNS の時代だもん。女で遊ぶわけないんだよ適当すぎる遊ぶはよかったと思ってる。今からでも遅くない。今からでも遅くない。テレクラブームがまた来るからないよテレクラブーム。そうかな分からんよどこで第二次ブーム第二次テレクラブーム、うん、電話持ったの固定電話こんなするよねスマホあるのにスマホはい、じゃあコメントをご紹介しましょう。ミュートさん、ミュートさん、私のことはお好きな名前でお呼びください。品を作りながらと、嘘です。普通に呼び捨て。本名でいいの？本名でいいのかって。呼び捨てしてくださって結構ですと。くだらよくさん、巨人と玩具の話、ドライブのシーンで、さっきのね、川口浩が小野光子にいきなり宙をするけれど、小野さんが平然として大人の余裕かますじゃないですか。あのシーン見るたびに、川口一遍死なすぞ、ガッと。マジでしょ。羨ましくてって。わかるわかる。ミュートさん、可愛いところでトイズ好きでしたって。あ、映画のね。はいはいはい、はい、ありました。ハリウッド映画、うんうん、トイズ。そうか、あれもおもちゃ工場で働いてみたいと。わ、うんうん、かります。で、工藤さん、まるでメフィストみたいな巨人と、高松秀郎。あ、はいはいはい、また写真貼ってもらいました。高松秀郎がかっこいいんだよ顔が。この人は俺にとっては柔道一直線だからね。高松秀郎といえばあのラストエンペラーでも出てます。 あの人だから、ま、関東部俺があの実写版巨人の星やるとしたら欲しいってやつはこの人だってずっと思ってた。へー、あー、分かる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 。いい男です。あー、かっこいいわ。すごい、なんか怖いお父さんっていうの、うん、でも多分すごくいい人だと思ってね、俺の想像だけど。それもミュートさんからご要望が来ております。密かに憧れた仕事とかあれば教えてください。私は工場とコンビニ店員ですと。コンビニ店員に憧れてたの。ちょっとやってみたい。楽しそうだよね。いろんなスーパーとか行くと楽しいもん、コンビニとか、楽しくないですか。あ、店員さんを見てなんか大変そうなイメージしかない。だから私趣味であのスーパーのマネキンをたまにやってるわ。趣味なの。そうそうだよ。マネキン、うん、じゃあ派遣に登録して。あ、びっくりした。あ、びっくりした。勝手じゃないよそんなことやってるのも。あのマネキンさんっていうんですよ、試食販売とかスーパーに。あ、びっくりした。こんなんじゃないよ。俺も同じことないよ、そのことが。だからあのいくらなんだからよく、だからはい、いらっしゃいませ、これ食べてくださいねって。勝手にやってるの。そこまで頭おかしくない。俺も見せられてた。あ、マネキンさんっていうんだ。そうです、マネキンっていうんですよ。二人とも知らなかった。二人とも知らなかったの。俺も知らなかった。ウブでしょ、俺。ウブって言っちゃった。で、工場でさ、工場で勤めるってあの、香りすまきの、ミカカオ、あ、秋香りすまきの、あれ、なんとか工場と少女、少女と工場。マッチョリ工場。あ、うん、マッチ売り工場、マッチ工場と少女やね。マッチ売り工場、マッチ売り工場ってなんだよ。マッチ売り、マッチ工場と少女。わかるよ。あ、だから、あれ確か女の人がずっと工場で同じことずっとやってて、人生つまらない。香りすまきっぽい。うん。カンセル？うん？違う。マッチ工場と少女ってタイプ。うん、あ、カルセル巻きです。あ、分からない。カルセルじゃない、これ。本当、分からないわ。カルセル巻きを違うの。秋香りす巻き。分からないよ。ややこしいわね。フィンランドの監督。この人も仕事の映画だよね。もうほとんど仕事の映画じゃない、うん、この人。なんか暗い感じ。だからね、ジャケットが、うん、だから工場で働いてて、ずっと同じ、ずっと同じことをやって、うん、そんな時に恋する話だったっけな、うん、集団就職時代ですかね。そうなの。フィンランドの話だから。集団就職時代ですか。金の卵だよ。フィンランド、フィンランド、フィンランド、うん、その子さんまだある。あ、ま、はい、これあれまだあります。まだ先は、はい、先はもういただいていいですか。はい、コメントまだあります。はいはい、入川さん、香りすまき、カルセル巻き似ている。でしょ。わかるよ、わかるよ、わかるけど、うん、俺あのお兄さんに会ったことある。ミカカオリスマキ。あ、びっくりした。カルセルマキのお兄さんに会った。マニアックと思った。お兄さんいたんだ。マニアックだ。ミカには会ったことある。あ、ミカカオリさんに会うのもすごい話ですけどね。だからよ。はいはいはい。英語がもうちょっと喋れたらいいな。あ、なんか音が漏れてない。
どうでしょう。宮地さん、そうそうそう、資料の腹渡、あ、じゃない、この前のこれ、資料の腹渡の前。それ何、出向たる声が。あ、資料の腹渡見て、スーパーマーケット店員の憧れも高まりましたと。まあ、わからんでもないけど。あとはね、あとは、工藤さん、旅館の一人娘に婿入りして、その旅館のバカ旦那に収まりたいと思ってました。今でもなりたい。あ、わかる。うん、わかる。面白そうで、うん、え、バカ旦那大概その婿入りじゃなくて生まれそこに育った人だよね。いや、一人娘に婿入りしてバカ旦那になりたいと。ああ、いいですね。大概そのそのパターンは実際の話で言うと、息子がなんていうのかな、はい、あ、待って、あ、ごめん、画面これ、息子がその旅館の息子なんだけど、仕事が6人で来て、嫁がいい嫁が来て、おかみになって、すごいできるおかみになってて、パターンが実際の話は多い。あ、そうなの。大体なんかそういうおかみを、若いおかみ、綺麗なおかみとかを紹介する番組みたいな、大体旦那がね、ダメダメで、あ一応けど、それ、でも旦那は一応たまたま家族だったから、うん、長男だったから引き継いだけど、的なやつでっていうパターンでっていうのをテレビでよく見るよ。旅館のおかみさんって見るの？テレビで見るよ。テレビで見る。弱っ。俺、王だから。大体の情報はテレビで見る。テレビでしか知らないけど、俺、王だから。王だからっていうのもなんか違う。これもこれも違う話の気がしますね。無の分からん。無の分からんぬ。まとめようとしてるし。無の分からんぬ。無の分からんぬ。ぬがぬやら無の分からんから。いや、無の分からん。無の分からんね。はい。なんだかな。ね、じゃあね、あれ、その旅館の話で言ったら、1970年、男はつらいよの第3作、うん、男はつらいよ、風亭の虎。あ、そう。そう、これ旅館の話ですよ、宿ですよ。はあ、稽古？稽古なの？松中稽古が出るやつ？じゃあね、新玉道夫です。新玉道夫？稽古？って言われた。新玉道夫がマドンナですよ。わからん、誰だったかな、新玉道夫って、わからんな。新玉道夫知らないの？新玉道夫、今のなんかセクシーな人だった。新玉道夫ってセクシーだよ。いや、ちょっと、まあ男はつらいを全部見てるから、顔見たらわかるんだけど。新玉道夫、すっげー綺麗なのに。綺麗ですね。うん、で、大体頭のいい女の人を演じ、頭のいい奥さんとかね、できる人っていうのを演じたら必要なんだけれども、けど控えめみたいなね。この人ね、独身のまま、まあ実生活では独身のまま亡くなってるんだね。すごく綺麗な女優です。新たみちはいいっすよ、ね、あんま汚れ役はあんまりしなくて、大体ね、ダメな夫を支えるできた女房っていうパターンをよくやった。で、その三橋達也とかの奥さん役とかさ、うん、耐え忍ぶ役が多い。ああ、あんまり耐え忍ぶ、新たみちょって言ったらあれですよ、エブリマン氏の優雅な生活も新たみちょでしょ。ああ、そうそうそう、だからできる女房でしょ。そうなの、出てたっけ、うん、あ、エブリマン氏見た、ね、あ、私好きなんですよ。あ、新たみちょ、小林啓司でしょ。うん、はい、おー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 いいね、俺も大好きな映画なんだ。いいですよね。じゃあこのままエブリマン氏の優雅な生活の話を早くたっぷり。いや、だからあれはもう1960年代の映画か、うん、まあ、まさしく高度経済成長期の中の真面目にさ、彼は戦前生まれではあるんだよね。そうですね。で、こうなんかちょっと課長なんか部長クラスで真面目にずっと働いてきてんだけど、だんだんね、戦後生まれのやつらの調子いいやつらがだんだん出てきて、うん、そことの差をね、でも そいつらなんか調子よく、なんかこう会社でもなんとなく適当になんか働いてるって感じだけど、ずっと頑固言ってたよね、小林圭司。でも最後壊れるっていうか、なんかの賞を受けるんだったっけ、ね、芥川賞みたいなのを受けるんだっけ。あ、受けましたっけ。受ける、あのね、賞取っちゃうんだよ。そうでした、うん、それでずっとね、単純に会社の中で、
単なるガチガチのクソ真面目な上司だったっていう人が、融通の効かない、酒癖のあんま良くない、ただ真面目な酒癖が悪いっていうか、付き合いにも行かないかったはずだしか、あれあんまり。そうだ、それで直木賞取るんだ。本当にちゃんと直木賞だったっけ。うん、実際あの本当の直木賞で名前出よった。あ、じゃあ直木賞を取って、でやっとここでみんなが会社の中で、あ、えって注目浴びて、だけどそれのね、打ち上げの飲み会で大説教をするんだよね、うん、今までずっと溜まってきたのを、うん、でこう今までさ、あのバカにしてたんだ、あの部下たちがね、バカにしてた、だけども賞取ったからみんな、おお、すげえ、すげえよ、エブリマンさん、エブリマンさんだけ忘れるだけ、エブリスだけ忘れるだけ、あの、で、打ち上げまで付き合うんだけど、そこで酔っ払って、だんだんこう、自分をこうやってこう戦争したりとか、こうやって戦後復興期の中で、頑張って生きてきたんだって、なんか愛説教やってきて、みんななんか、って寝ちゃう。でも俺さ、あのシーンをさ、俺、まあ、エブリマン氏は20代の時は見たんだけど、50なるかなる、ならないかぐらいの直前ぐらいに一人でこっち見てさ、あのシーンで泣けてきてさ、もう全然違う年齢、その20代で見るのとちょっと年取って見るのはもうどっちが立つかっていうのね。20代とか若い時見たら単なる説教にしか聞こえなくて、あの説教シーンがもう泣けて一人で泣いてたよ、こっち一人で。そう、電話すれば来たのに泣いてるとこ見に来たの。どっちかい。生配信して、生配信してけ。俺が説教される若者じゃない。泣いてるみたいな、ひどいでしょ。ちょっとコメントご紹介したいと思います。先ほど、なんか憧れてるちょっと仕事の話なんですけど、はい、工藤さんのね、旦那の話、ミュートさん、旅館のバカ旦那って好きなワード盛り合わせセットですということですね。あと、おこしさん、結婚した時から紐に憧れてると神さんに言っていますか。あ、けど、おこしさんは働いてますからね、めっちゃ東京、沖縄行ったり来たりですもんね。紐って紐って紐を養う側にちょっと憧れますね。それぐらい追われてるってことじゃないですか。あ、お金を出してもいいみたいな、うん、ちょっと憧れがありますね。そうなんですね。ちょっと近いところなんですよ。近いところやってたことありませんか。うん、ほぼ養ってるの近いところ、うん、彼氏のドラムセット全部私が買ってたよ。そういえばめっちゃ養ってるじゃないですか。なんかちょっと憧れな、そこまでの思い出なかなかないっすよ。なかなかないですよね。ないよ、ないよ。それだ、多分ダメ男にするんでしょうね。ダメ男にするかな。ほとんどどうなんだろう。ほとんどダメ男、ダメ男にしてしまう人もいるでしょう。ああ。あの、そういう素養は誰でも持ってるかもしれなくて、甘やかしてしまって、結果的に紐を作ってしまう女の人もいるのかなと思ったり。俺なりる可能性高いなと思うんで、自制してるんですけど。うん、紐体質って言いますもんね。紐体質、うん、紐体、今現在そういう人もいる。あ、今はいないか。今憧れるって話、ちょっと林さんにご説明しますけれど、女性が分かる、菊村さんが紐を養うっていうことに対してちょっと憧れがあると。なんかそれだけ、それだけ、うん、ちょっとそれだけ惚れてるんでしょうか。そこまで惚れるっていう、この人は育てようみたいなところがあるけれど、うん、その子さんはちょっと経験してるんで、経験、そんな、そんないいもんでもない。まあ否定はしたんだけど、知ってるやしって思ってました。ドラムセットを買ってる。そう、彼氏のドラムセット私が全部払ったんですよ、二十歳の時に。二十歳ってすごいな。ドラムスコア。うまい。うまいから。冴えてますね、だ今日林さん冴えてるね。黒い巨根とかね。だから今林さん今そこにダーってあるよ。俺そんなこと言ってない。言ってない。黒い巨根まで言ってない俺。黒い巨頭まで言ってます。黒い巨頭って言ったんだ俺。巨根まで言ってない俺。ちょっとセクシャルだな今日は。はい、巨トンって言ったんですか。巨トン、巨トン、巨トン、巨トンって何なの。巨トンとしても。
白い巨塔に引っ掛けて黒い巨塔って言ったら黒い巨塔に今変換されたすいません、私なんかも変換する気があってあのセックス入門とかもねセックス入門じゃないからねだから性犯罪法入門性犯罪法入門それセックス法入門間違いじゃない、間違いだよ間違い間違いですよ、はい、お越さんの方からダメ男になれてその頃までの死ぬほど働いて稼ぎますとっていうことで、その先の流れ、お越さんドラムセット、ギター買ってもらいたかった人生でしたもう今だ、今で間に合う、まだ間に合う、まだ間に合う、奥さんに買ってもらってくださいはい、まあそんな感じですかね。小僧さんがなんか社長シリーズのこと書いてますね。ちょっと待って、工藤さん、さっきの旦那、旅館の旦那の件、かなり真剣に思い詰めたのですが、チャンスが全くありませんでしたと思い詰めた、思い詰めたっていうことですね。林さんはないですか、憧れ、あのやりたかったとかじゃなくて、ちょっとやってこれなんか興味あるとかやってみたかったな、これって思うような職業、憧れ、あ、いや、そういう漫画やってみたかったな、漫画家よ、漫画家ね。で、今になって思うとミュージシャンがいいなと思ったミュージシャンの楽しそうなとこ、楽しそうなこと、モテるし、ね、一回ヒットしたら食えるし、それで今からでも遅くないんじゃないですか。いや、一回もヒットしなかったミュージシャンいっぱい知ってるじゃないですか、俺たち。あ、それ知ってるけど。でもミュージシャン。モテる、まずモテるさ。ミュージシャン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 って、あの、売れてなくても、やっぱライブ見るとかっこいいんだよ。ほら、俺モテたから、今俺が言ったから、モテるさ。ヒットしなくても、モテると。だから、ヒモにもなりやすいんだよ、多分。最初だけでヒモになるでしょ。だから、監督って持ってないもん。てか、あ、お金にもならないし、どんなにヒットしてもみんな貧乏してるもん。うん、黒澤明も貧乏してるし、小津安二郎も貧乏してるし。あのね、じゃあ貧乏なのは諦めて金持ちの監督今出てこないんで、モテる監督になれるかもしれない。モテる監督ね。あの耳元で演出をささやくとかね。ねえ、そこですか。分かんないけど、そこですか。モテない。すぐあの持っていかれる、こう主役の持っていかれる、結構でもね、憧れないのかな、監督にね。え、憧れてる人いっぱいいると思いますよ、ね、監督ってでもいっぱいいますよね、野球の監督だったりちょっと待って現場監督現場監督持ってるよ、建設の建設向こうそっちの方が金持ってるんだけど、そうかもね。けどなんか聞いたことあるのが、うん、あの家の建設、家、うんうん、マイホームを建てるって言って、はいはいはい、で旦那さんが忙しいと、うんうん、奥さんがもう結局やることになってみたいなことで、うん、あの大工さんが入ったりとか、うん、その現場の監督さんとかが入ってて、うん、だんだんその人と仲良くなって、分かる、大草原の小さな家でもそのことあったあ、そうなんだ、嘘、あったんですよ、お父さんがもう、肉体労働士でちょっと離れたとこ、マイケル・ランドンが、ランドンがして、困ったわって言って、うん、あの屋根が壊れてしまってっていう時に、うん、大工さんが来てくれて、でこれで、うそ、そんな話やったあるのよ、あの奥さんがちょっと心がちょっと動くぐらい、ちょこっとね、けどアメリカのポロのビデオとかでもよくあるのが水道工事ね水道工事でなんか、なんか入ってきたらめっちゃ金だからどこが壊れてるんだビックリボウスキーの奥さんも何ですか、ミニスカートとかあるよね、ビックリボウスキーの映画の中で紹介されたエロビデオが、うん、テレビのアンテナの修理だった、配線だった、ああ、だからそれそれ、男となんかちょっとなんかこ男がみんな こんな感じで、あのセックスアピールがすごいこういう感じでやってケーブルマンが来るんでしょ、どこが壊れてるんだいとか言ってドライバーを、奥さんがあのですね大体テレビは壊れてるのに何シナを作るって、もうテレビは壊れてるだけだテレビはバーってなのの回線だったと思うけどで、ロン毛なんだよね、このまた工事の兄ちゃん、へえ、なんかフェロモンを出しちゃうなんかちょっとなんか仕事で仕事のやりがいじゃなくて仕事で得する話じゃなくてちょっとコメントね、ちょっと拾えてないものもある、ちょっと今ね3つぐらい話が出てるんですよあのちょっと待ってくださいよ、キラジャーが美味しい、菊間さんありがとう
ほらまたルール考え、あ、そうそう、さっき巨人と玩具の話です。入川さん、高松秀郎はかなり真面目な性格で、あ、本人ね、実際ね、そうそう、犬の散歩に連れて行くにもスーツ姿だったそうです。それ真面目をちょっとすごいな。それを見た飼い犬はどこかよそに連れて行かれると思う嫌がったという話がある。いや、どうかわからないけど嫌がったんでしょうね。捨てられるんですよ。柔道着着てほしいけどね。もう柔道一緒って言ってたから。けど昔あの、まあ、その環境とか場所によるけれど、昔はスーツ着るのが当たり前っていうところもあるじゃないですか。そうですよね。飲みに行く時もスーツとか。マジすか。うん、飲みに行くときに、いや、まあ、T シャツとジーンズっていうのは、うん、だからそういう時代を経て今そうなってるだけだから。そうなんだ。だって60年70年前にジーンズと T シャツじゃないでしょ。そうなの。昔はワックとか着流しとかだったりしたよ。ジェームス・ディーンは。いや、ジェームス・ディーンはそういう時代に生まれたからですよ。そうなんだ。ジェームス・ディーンはいいんじゃないですか、着流し着なくても。アメリカのでしょ、日本だよ。日本の話。そうなんです。だよね、だからね、うん、スーツだったんだ。ジーパン着てないよね、昔はね。そうだよ、あの、うん、60年代ぐらいの映画での飲み会は、スーツ。男はやっぱりジャケット。そうですよ、スーツ、昔のジーンズを履いてる。でも貧乏だったらジーパンがもっと流行ってよかったのにね、あの時代ね。高かったんじゃない。高かったんか。今もまあそこそこ1回買ったら30年ぐらい持つのに、うん、普及しないから高いと思うよ。ね、何だったかな、覗きの映画があったんで。覗きの映画があったんです。覗きの映画、ああ、思い出した。働く映画じゃなくて、働く映画、いや、働く映画なんですよ。覗くモーテルっていう映画があって、なんで、これドキュメンタリー映画なんですよ。覗くモーテルっていうのがネットフリックスで今やってるんで、ぜひ見てほしいんですけれど、あのモーテルを経営してる男がいるんだけど、実は覗き部屋を作ってこの部屋に入ってくる客をずっと覗いて30年以上覗いてたって男の独白の話なんですよ。実は俺こんなことしてたの、手記を作ってた、長い架空がそんな、うん、で実際やってたって話で、この映画面白いのが本人も出てくるんだけど、出てくるんだけど、この話っていうのが、あのね、ある大物ジャーナリストのところに手記が送りつけられてくる、手記、この人、私、俺は覗きをずっとしてたと。で実際会って、うん、会って、もうだからこのジャーナリストは本、ね、ちゃんと名前を出さないと書かないと。で30年待ってやっと名前出すと、うん、もう引退して投資も取ったからということで、それで本を出すまでの話なんです。でそれがすごい話題になってて、大問題、問題作になって、それでいろいろ覗く側から覗かれる側になるって話。で面白いのが、この覗きまま頭おかしいなと思うんだけど、うん、このジャーナリストのゲイタリーズっていうのが、アメリカじゃないですよ、ゲイタリーズっていうのが80歳なんですよ。1950年代からあのから本書いて、それで各本が全部ノンフィクションだけど、もう話題になってベストセラーになって、アメリカを代表するノンフィクションのジャーナリストのゲイタリーズで、現在80歳ですってなるんだけど、ニューヨークに住んでて、すっごいおしゃれなんだよ。スーツもあの仕立て屋でちゃんとやって、いつも帽子かぶって、うん、こうかぶってもかっこいいんだよ、スリムで、うん、80歳でいつもおしゃれだわけ、うん、でなぜこんなにおしゃれなのかというと、イタリア系の移民の子供で、お父さんが仕立て屋やってたの、うん、でちっちゃい頃からちゃんと服も着て、うん、出るときいつもスーツ着てたの、うん、で昔の写真があったら必ずこうそういった、でその流れでいつもおしゃれな格好をしてる、うん、かっこいいですよね。でそのゲイタリーズはとっても有名だから、この覗きまま自分の人生をぜひこの大物ジャーナリストに書いてほしいって言っていうことで話持ってくるんだけど、この人もちょっと頭おかしいじゃないですか、うん、すごい。だからなんかどうにかこの隠してたことを世に出してなんか有名になりたいと、なんかそういうなんか自分が出たい、目立ちたいみたいなところどっかである。この人もおかしいけど、ゲイタリーズも追いかけると、ゲイタリーズも大概ちょっとね、あのちょっとナルシストなんですよ。すっごいおしゃれな自分の部屋、家にニューヨーク住んでるんだけど、その昔有名な写真家に撮ってもらったような自分の写真があらゆるところに貼られてる。あれ、この人ナルシストだなって。まあナルシストになるぐらいかっこいいんだけど、あ、これあのネットフリックスで覗くモーテルっていう、面白いですよ、面白いです、これ、うん、あの交わらないはずの2人が交わって、一緒に人生共に
おかしくなっていくんですけど、実際は盗撮ではないんですよね、覗き見なんですよね。覗き見、あの写真撮ったりはしてないと、この覗き間はもう犯罪にはなるの。犯罪ですよけどね、相手がいないから告発できないから、あ、なるほど、嘘かもしれない、現行犯じゃないっていう、うんうん、でこの人は手記ずっと書いてたと、うん、今ね、この若い男と女が入ってきて、あれしたこれしたとずっと書いてた、メモしてた。覗きって犯罪なんですかね。でもいや犯罪ですよ、あの時、あの時寺山修司も逮捕されたぐらいですからね、お風呂覗いて、はい、ちょっと見たいですよね。はい、いや見たいっちゃ覗き見とか、あ、まあまあね、それは人間誰しも、はい、あの人何やってんだろうみたいな、うん、それが我慢つまつけて小児童に穴何年前だ、古い。じゃあ小児童開くんかねと思ってた、あれいつも昔映画、昔映画とかで、あの昔の映画とかでそれ見たらおおと思って、おおと思って、だって溶けるようになんか穴開いてるもん小児童が。本当かな、だからあれ開くでしょ、どうかな、やったことない、やったけど、やったけど、あ、子供の指ではやったのかい、やったやった、強いよね、チュンペつけてから開くんか、これ宮地さんでいいの、はい、あ、ちょっとコメントすいません、お願いします。ミュージシャンもそうですが、映画監督は印税生活できないでしょうかという、ゲスな質問、ね、あ、で、日本の映画監督は印税なんてない、あ、そっか、印税が、あ、ないです、特殊事情、だから、著作権すらないので、日本の映画監督プロデューサーとかじゃないとね、それが今、プロデューサーはある、まあ、日本映画監督協会はそれをずっと長年訴えてきてるけど、日本映画監督協会、みんな監督の集まりだから、なんかろくにあの社会生活が営めない人とか、日本で儲かった監督はいるのかな、いないんだだから、あの本当からもちろん日本の映画監督、日本で映画で儲かった監督はいない、いないと、ああの特殊な契約してたら儲かるよ、特殊な契約、 NC のようにね、 NC、 まあ NC ってはい、NC ね、だから通常日本の映画監督だったら儲からない、特殊な契約したら儲かる、うん、あえてちゃんと契約して、うん、これで儲かったら、うん、こっちにいくらいくらくれっていう契約をしたんだったら、まあもちろんそれは特別な契約だから、うん、通常の日本の映画監督は、はい、お子さん、衝撃すぎます、 NC 過去意味深はい、NC はもうほらね、お家建てた人がいるからね、うん、沖縄のいるしねあの灰原の方ですか屋敷って、はじゃあもうナビー御殿みたいな、あ、そこそこ彼は特別な契約をしたから、うん、じゃあ契約が、まあ、けどそれそんな人でも日本に契約っていう文化がないでしょ、ちゃんと説明、だからこっちが契約しようと言ったんってなるわけ、黒島監督とか、あの人は黒島って誰、黒沢黒島監督って誰だろうとか、あの辺は黒沢は借金、巨匠借金出して、黒沢はプロも自分で経営してるから、うん、より余計にまた次の映画にお金かける、儲かっても、あ、監督自身がお金かける監督だし、うんうん、そういうシステムもなかったから、うん、黒沢はコケっぽい、ユリケイさん、ナビ5 点, 5点でピンときましたみんなピンときな、それピンとくるわな、彼は特別な契約したから、なるほど、ね、でもこういう契約できるぐらいの口うまいやつだから、まあ、これは悪いことではないですからね、うん、それができる、うんうん、見越したことない、別に犯罪あいつはなんか詐欺を働いたみたいな話じゃないですかね、だって俺みたいな人間でさ、うん、CM の話が来てさ、うん、これギャラいくらですかねって言うと、そんなことを言うやつはって言われて断られた変な話だよね、やつだね、俺は、やけどそれははっきりした方がいいっすよ、ね、ちなみにその相手っていうのは過去に2回ただ働きさせられた相手だから、それあのアルファベット、アルファベット今でももう大活躍ですよ、多分あの人は、こんなもんですよ、入川さんがどんどん変えてるから、もうこれじゃ追求しないでおきましょうね、会社名まで変えてますからね、聞かないでおきましょう、はい、待ってください、ちょっと戻って待ってよ、どっちでしょうね、日本の映画監督はあいつのせいで、あの大英の永田正一、永田ラッパ、
大英の社長です。大英っていう映画会社 の監督の社長だったんだけど、この著作権っていうことに関して国会で議題になった時に、だからなぜか彼が呼ばれている有識者として、うん、で日本の映画監督はどうなんですかって言ったら、中田ラッパが、いや日本の映画監督は会社の社員だから著作権ありませんみたいな。でそのね、60年ぐらい前かな、60年前ぐらいの常識が今で通じてるわけ。なんか組合作って組合運動するとか、なんか請願とか、その最初、それが何も変わってないから。話が最初に言った林さんがね、さっきあの女神の見えざる手みたいにロビー活動するとかやらないと変わらないんだ。だから日本映画監督協会実はそのために立ち上がったはずなのに。じゃあ、 あの会社に著作権が、著作権ね、著作権黒島監督の著作権に会社にあるの、会社にあるの、会社に、まあ、いろいろなパターンはもちろんあるけど、基本は制作会社にある。制作会社、日本の映画監督は基本的に著作権がありません、うん、でだから変な話、俺が過去に作った映画で俺が自由に映画も上映できないし、うん、じゃあ、あれだ、俺はほら幕開きになって俺お金払ってた、うん、原作とか本書いたら 著作権はあるんですよね、本とか。変な話、著作権はあるはずなんだけど、それにお金が発生するってことにならないみたいなね。だから分からん。まあどうなんでしょう。まあちょっとなんか込み入った話。込み入った話。とりあえず悲しい。悲しい。悲しいと言いたら。脚本家も。でもテレビの仕事をしたらなんか守れるわけ。脚本家だったら本の著作権はない。著作権。著作権だから。著作です。著作です。著作で借りるんじゃないか。菊田さん今日楽しそう。菊田さん今日楽しそうじゃない。すみません。すみません。今謝ることでいいことですね。ちょっとコメントをご紹介しましょう。いいですか。先ほどの件、高松秀郎の件、テレビでタモリ、入り恵子さんがね、テレビで、タモリが言っていたことなんで、私の情報源 90% テレビです。渚圭一とかね。はい、久田さん、ブルーカラーが地球を救う妖精ゴラスの話題はそろそろ OK ですか。まあ、もうお好きなようになさってください。ブルーカラーですよ、ブルーカラー。ブルーカラー、妖精ゴラスか。そうだっけ。新マックミニで変換したら、変換方法に妖精が入っててびっくりしたんだろう。はい、工藤さん、国体5時と最後の一平まで抵抗するためにヘーターさんが働きまくる日本で一番長い日はどうですか。もう任せます。大体、うん、毎回やりたい話は、日本で一番長い日と妖精ゴラスと、妖精ゴラスと、あとはさよならジュピターです。大体この話は何にでも入るから強引に当てはめること、当てはめることできますね、うん、素晴らしいピースでしょ。腹切さん、覗きで思い出しましたが、ブライアン・デ・パルムのミッドナイト・クロス、はいはい、は音響マンの話でしたね。そうでしたね、確かに。あれ、勝手に聞こえてしまったんだよ、うん、聞こうと思って聞いたじゃん。覗きだったっけ。そっか、そういうことか。あの、あれだよね、デ・パルマの、ヒチコクの音バージョンだよね。ヒチコクのバージョンをこう覗いてたってやつだけど。で、工藤さん、ミュージシャン・インゼとインゼといえば、ファントム・オブ・パラダイスと。そうっすね。そうか、いつ、そんな話だっけ、やれ、はい、株式会社クランクでは広げないでください。大体分かっちゃうんです。はい、イリケイさん、この番組やりたい話、幻の湖忘れてると。あ、大体こんな話で終始してますからね。、うん、はい、ということです。なんかすごい変な画面になってます、ね、ここですね。わかりました。じゃあ、わかる、あの、紐になりたいわけだね。あ、じゃあ、紐を養う、紐を養う人のことはなんて言うんですかね。なんて言うんですかね。それだけなんか惚れる、惚れる仕事じゃないよね。紐を養う仕事はないです。ない、仕事じゃないです。仕事じゃないです。仕事じゃないです。仕事じゃないよね。どこからお給金がもらえるんだろう。今日もありがとう。なんかでも恩着せがましくなんか言いたいですね。帰ってきたら、疲れて帰ってきたらゲームしてたりとかしたら、誰のおかげで飯食ってた。言ったんでしょ。それは言ってない。あ、それは言ってない、うん、けどゲームしてたんですね。ゲームしてましたね。せめて紐だったら、紐らしくしろよって。その子大丈夫だった、大変だったでしょう。パンティ畳んどいたよ。パンティパンティ畳んだって言ったよ。まあね、紐は紐らしくしろっていうのが。そうですよ。赤塚補助もね、タモリが居候時代に、ね、うん、なんですか、忘れたけど。忘れたんかい。
うん、けどまああれはあれだよね、お小遣いまであげてますよね。そうですよ、30万ぐらいでしたっけ、なんか結構すごい給料お金あげてたって話ありますからね。あ、そうなんだ、うん、もうだからもうタモリに惚れ込んで、うん、もううちで好きなようにしてくれと。そういうのと菊村さんの今の感情一緒かなと思ってかもしれないですよ、はい、それぐらい惚れ込んで、あれ、はい、何で自分の屋敷をそのまま住んで、で俺は事務所で、菊村さんそんな話事務所で住むぐらいの感じですよ。えだから紐を養ってみたいと。そうだから今日菊村さんの話聞きたいなと思って今紐の。えそんな話は、え菊村さん紐の話どっちなの。菊村さんをすごい屋敷に住まわせてくれるって何の話ですか。今タモリが入ってます。あの菊村さんはもう、うん、あのこれ見てらっしゃることも分かりますけど、菊村さんは紐を養ってる女の人がいるけれど、そういうのやってみたいと、それぐらい惚れてるってことでしょうと、うん、いうことなんですけど、今話してて気づいたのは、紐を養うっていうのは職業じゃないんですよ。それは仕事じゃないの。そのために働く。働くっていうのだったら分かるんですけど。でそれをその子さんはやっちゃってたって話。やっちゃってた。結果的にそうなってたなってことですね。そうですね。私は結果的にです。うん、そんな気持ちになれるもんなの。だからさ。なってたんだ。だからさ。やっぱおかしいとは思わなかったんですか。おかしいと思ってたよ。紐にもいろいろ種類あるじゃん。何でも種類多分分からん。家事も全部やらせんだったら本当の紐だよ。医療手でこれがさ山紐なんか色々医療手山紐とかなんか色々紐があったらいいなと思って隠れるとこれ猫に引っかけてるけど、けどあのちゃんと洗濯とかさ、料理も掃除も、うん、分からん、子育てもしてくれんだったらこれだんだん紐じゃなくなってくる、ね、主婦になるんです ね。それだったらいいんじゃないの。けどなんかこう主婦とかいわゆるね、主な夫と書いての主婦とかが、うん、紐みたいなもんですとかなんか言うのを見たりとかしますよ、うん、分かる分かる。だから日本がそうな、うん、そういう日本っていう社会が、うん、そういうイメージ付けさせちゃって、だからちょっと自虐みたいな、あんま、うん、だから今俺単純に男女逆転の考え方になっても紐になるのかなっていうのはちょっといろいろ考えちゃっただけの話。まあ、結婚してるかしてないかとかもあるのかもしれないですね。いや別にカップルでもあるんじゃないの、分からんけど、まあ、例えば男が彼女を食わせている、別に結婚してない、まあそれもあるかもしれない、ね、でもそれはなんか変な言われ方は多分されないでしょ。そっか、そうかな、まあ、女友達が言われると思うけど、お前も働けって言われると思うけど、うん、うん、まあいいや、まあちょっとまた別の話になってきそうで、ジェンダー問題っていうのを、まあね、今度これ今度こうジェンダー問題の時に語らん、うん、俺怖いからやりたくないんです。なんでジェンダー好きなのに、うん、林さんが怖い。炎上しそう。あのけど紐一回会ってみたいですよね。そもそも俺紐なんだよっていう人が出てこないと思うけど、あんまりずっと紐はいないですね。1年ぐらい紐だったらいますけど、結果的にだから仕事うまくいかなかったとか、じゃあいいよ働か、あの私その分探すまで私が頑張るからみたいな感じで考えたらもう紐なってるねみたいな、俺過去そういうことでしょ。本当ね、過去に付き合ってた女で、うん、俺が学生だった時付き合った女の方がメディアの仕事をしてたから、うん、彼女も学生なのにメディアの仕事を、まあ要するにラジオパーソナリティとかさ、まあ言ってるし、テレビ出るような人で言っちゃったよ。びっくりしたけど、もう金がさ、うん、俺はもうバイトですよ、あのその学生だからでしょ、家庭教師で月3万ぐらいかな、うん、彼女なんかラジオだけです普通に10万近くあって、まあ、さらにちょっとすごいパッとこう臨時で入ってきたりすると、ほぼもう普通に15、6万ぐらいパンって稼いでたんです。まああれ、紐なのかな。なんか大きいおか、なんていうの、例えば彼女が何話してるの。だからホテルに泊まりたいっておい。ホテルじゃ、ラブホテルじゃないよ、リゾートホテル、リゾートホテルに、うん、
なんかちょっと待ってください。待って、いいです、どうぞどうぞ。いや、どこまでこれは特定されるか。俺は別に泊まりたいって言ってないよ。彼女は泊まりたい、私が金出すからって。だったらいいじゃないですか。だったらいいんだけど、なんかさ、すごくさ、悲しくなった。悲しかったよ。悲しくなの？まあそれが理想ホテルだからです。これがラブホテルだとまた話は違ってきますけどね。ラブそうなの？ラブホテル？俺変な話、ラブホテルをそういうもので利用したことない。どういうことで利用したの？どういうことで？そういうなんかカラオケだったとかさ。かわいいね。かわいいね。でも自分もラブホテル友達、女子友達で入れますか？女子で入れる、ね。女子会でしょ？女子で行って、うん、なんか歌ったりなんかやったけど。ああ、そっか、うん。楽しかったけど。やったことない？女子だけで。女子だけで、一人だけ割りますよ。一人だけ入るよ、うん。はい、もう20年前だから。拾ってくださいこれ。こっちもだんだん破綻しますよ。本当に破綻しますよ。破綻しますね。はい、いいですか、うん、工藤さん、戦闘機を操縦してお姉ちゃんとイチャイチャする仕事はベストガイ。だからそれはトップガンだってそうですよ。今度やりますよ、トップガン。原切さん、幻の湖、うん、これなんだっけ、なんていうんだ、おこと。おことはん、あ、違う、岐阜県じゃなくて、あ、じゃあ滋賀県。滋賀県、片瀬玲奈が本当にプロっぽい女を演じてますね。わかる、あの毛皮着てね。あんたなかなかやるじゃないですか。片瀬、あ、出たっけ。出てた出てた。片瀬玲奈は主人公の女と一緒に働いてるトルコ城の一番の人なんですよ。うん、で、あの2人になった時にちょっとね、お互い認めるシーンがあって、最初はなんか犬がなんだかんだって言って変なやつだと思ったけど、あんたなかなかやるじゃないみたいな話があって、どういうことって思ったとにかく主人公お騒がせだったって、うん、けどなぜか認められる。入り江さん幻の湖忘れてるって言ってるの。そうだからそうなんですよ。この番組はあのだから大体これで作られてますから、幻の湖で作られてます。幻の湖と妖精ゴラスと、さよならジュピターと日本の一番長い日が大体毎回出てくるから、うん、この映画でもうあのずっと回せばどうにかなるんです、この番組。俺あのさ、工藤さんがさ、この番組が始まる前にいろいろこう働く映画をいろいろ上げてた中で、幻の湖に関してはある種ちょっと違うよと意見したわけですよ。っていうのはあの彼女、あの主人公の方だね、幻の湖の、ソープ場としては確かに働く、トルコ城です。あ、トルコ、またあの時はトルコ。そっちは お仕事、あ、じゃあその、あの、この工藤さんは、あの犬、自分の飼い犬を殺したミュージシャンをジョギングで追っかけて、殺す仕事みたいになってるぞ。刺して、川に捨てるか海に捨てるまでが全部仕事みたいなってけど、そんなしなかったよね、でも、そこまでは。刺して終わりだったよね。橋の上で、出刃包丁で刺した時に、あの黒沢明みたいに、バーンって。まあ、それは置いてて、俺それは宿命でしょ、という。仕事じゃないでしょ。それよりも仕事といえば、あの同じトルコ城として潜入して働いた、あの CIA ですか、 CIA のあの女の人の方はバッテリー、あれは仕事だよね、あれ仕事だよ、まあ、そういう話をしたんだけど、F15 まだ F4 ファントムまだ配備されてないのにってやつでしょ。なんだこれ、そんなシーンが。あ、見てない、幻の湖。見てない、見てないな。大好きですよ。覚えてないか、覚えてない。ちなみに東韓国の今年の新年会だっけ去年かな、今年かな、それを上映して見るという楽しそうですね。結構みんな感動しますよね。あ、そうなの、感動もないですか。俺は完全に酔っ払っててさ、コメントご紹介します。工藤さん、超紐理論っていうのが前物理業界で流行りましたので、あの宇宙のね、成り立ちの超紐理論。そうなの、その紐じゃないとか、工藤さん、紐っつったら長谷川五次監督なんですよ。そうなの、全然映画作らないけど長谷川監督、そうなの？あ、室井茂？誰が何？長谷川
あの5時監督長谷川和彦の相手が紐だったの相手が諸井茂なの。諸井茂なの。ちょっとここら辺分からないんで2人。今まで、どこでやね、つぶやきで書かれてるの。書かれてます、うん、どこによ。入ってる、まだ入ってる。今でも食ってもら、食らわせてもらってるんですかね、しげるにって言われても。え、どこに書いてる。え、どこに、まあ、誰が入ってるんですか。入りか、入りけいさんと工藤さんが書いてます。え、うん、で、いろんな愛の方、工藤さんがいろんな愛の形があるんだなと思っちゃうカップルの一つですと。岸田慎とキキリンというのもすごいカップルだと思います。そうなの。はいはいはい、前のね、離婚、最初の結婚ですね。あ、そうだった。ごめん、俺それ知らなかった。で、工藤さん、やっぱあれですわ、映画の中で日本一働いてるマンといえばトラック野郎の菅原文太ですわ。あと、ヤモメのジョナサンね。キンキン、あ、キンキン、やっぱ、やっぱ、え、ヤモメのジョナサン、相川キンヤ、これでも、出たじゃん、なんかキンキン、もう、あの、え、あ、え、じゃあキンキンといえばルンペン大賞でルンペンは働いてないって分かったから。そもそも働いてない。今回の企画の中で出てきた話で、うんうん、休んではいるけど、キンキンのルンペン大賞、どうなの。そもそもタイトルでルンペンって言ってるし、ルンペンだし。でも、ルンペン大賞、ルンペン大賞、休んでばっかりじゃん、みたいな。クモさん、なんか言いたいの。いや、そのルン、そのキンキンを養ってる女性はいなかったんですか。ん、その映画の中で養ってる女性。うん、あれですか、あのカチンカチン体操の人じゃないですか。誰です、それ。宇都宮みどり、宇都宮みどりのカチンカチン体操って。俺バンド、これメインのカメラ、もしごめん、今ちょっと話したけど、メインカメラが太って見える、ね、太って見える。マジかよ。絶対これ比率おかしいよ、これ。でも、リュウジさんは今くば比べたら分かんない。リュウジさん痩せてる。リュウジさん真ん中だから。真ん中、マジで真ん中の人は痩せてるんだ。ワイドレンズだから端っこに行くとちょっと横になる。ちょっとコメントご紹介します。工藤さん、今でも食ってもらってるんですかねって、しげるんって。矢崎しげるじゃありませんって。やっぱそうだよね。で、入井圭さん、長谷川ゴチと室井しげる夫婦関係ですって。知らなかった。いや、分かんなかった。室井しげる、室井しげると長谷川五時監督って今も夫婦って。いや、知らなかったんですよ。室井しげるは実製作映画の女王で、うん、で、工藤さん、まあ、太陽を盗んだとこと悪魔のあいつで上がりにしてもええかなと思いますと。まあね、あれぐらいの傑作とか思います、うん。じゃあちょっともう少し話しましょうか、うん。じゃあ紐を育てる人になりたい。育てる、うん、育てるっていうか、それだけ惚れてて、うん、興味があるってことですね。うん、興味があるとかじゃなくて、それだけ惚れるってすごいことだなと思って、うん、だってお金を出すほどホテル惚れる、うん、めったにないですよ。そうなんだ。絶対ない。じゃあそれ一応そのこまで言えるってことは、それだけ好きってことじゃん。ちょっと、あの、ですよね、で、次の話したかったんだけど、うん、また紐の話をすると思う。ずっと紐の話なんだよ、さっきから。次の話。いや、いいですよ、別に。して、して、いいですけど、次の話。すっごい楽しそうですよ。紐じゃなくて、紐の話じゃなくて、今日は紐。今日は紐。楽しそうだな、聞くのが。じゃあ、紐にまつわる映画、今度しかいない。いや、アメリカンジゴロがありますよ。あるある、それはあるって。あるんですけど、ね、仕事です、仕事。仕事。はい、いろんなことされてきてるじゃないですか。そうよ。ど、何したいかですよ。何したいか、うん、幼稚園の時はなりたいものは漫画家と、漫画家いいね、マグロ専門の刺身屋だったんですよ。マグロ、なんでマグロ専門、幼稚園生の時沖縄って言えばやっぱりあのマグロじゃないですか。マグロですね、うん、イカじゃダメだった。イカじゃダメだ、マグロですよ、やっぱり。マグロ専門の刺身屋ってまたマニアックですね。あの頃は結構よくあったんですよね。昔は、最近はほんと少なくなったけど、うん、昔は街中に刺身っていっぱい書いてましたね。そうです、うん、刺身屋さんは。刺身屋さん減った ね、 ね、このおばちゃんがね、マグロをその場で切ってくれるんですよ、うん、いくら分っていうと、うん、で、それをパックで詰めて、このまな板を水道水で洗う姿が良かったんですよ。わかる、あの木の板でしょ。そう、木の板、木のね、まな板でシャーってやつ、ね、そうそうそう、で、新聞紙に巻くんだよね。そう、新聞紙なの、必ず。そう、新聞紙で、まあ、あれがさ、またなんかちょっとプロっぽくて、だからさ、いい、それに憧れちゃうんですよ。やっぱり力士っぽかなとかね。沖縄タイムスかなとか、もしかして政教新聞かもしれない。政教新聞かな。やっぱり創価学会で太郎さんみたいなね。バレバレやすい、バレバレやすいみたいな。通りで三色旗がみたいな。店の前に行ったら、うん、赤い新聞とかね、映画で将来、あの、昔なりたかった、憧れた仕事っていうことで、創価学会じゃないですか、刺身屋さん、刺身屋さん、その刺身屋さん。やっぱなんかこう食べる的な、なんか出すみたいなのが良かった。あと漫画家ね、
あ、漫画家もある。あとペットショップもありましたよ。あ、ペットショップね。ペットショップ、うん、あ、漫画家もなりたかったの。私ずっと漫画家、漫画家志望でケントシアラ、G ペンやら買ってたんですけど、結局前の話聞いたんですけど、結局書かなかったんでしたっけ。書いたんですよ、あの応募するために。あらゆると部分から、あの漫画から盗作して、ちゃんと 作品を作って、16ページにまとまらなかったんですよ。ちなみに何ページぐらいですか。2ページまとまらなかったまとまる以前ですか、2ページ。だから漫画家っていうのはすごいなと思って。あ、よくこんなに書けるなと。もう細かい、コマ作りするだけで、だってすごいあれ大変だもん。あれ、線引きでさ、いきなり書いちゃったんですか。そうなんですよ。わかる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 よね。ネームって知らなかったもん、ね、そう知らないから。すごいね、一気に書けるんだみたいな。そうわかる、やっちゃうんだよね。だからやっちゃうの。やっちゃうのね。すげー。はい、ちょっとコメント、ひも映画死んじゃう。ひも映画逆なってくれ。ひも映画見たいよね。ぜひあの皆さんでひも映画、これひも映画じゃないかなっていうのをぜひ書いてください。これ今度でしたいのね。ちょっと面白い。で、あのその子さんのね、あのマグロ、刺身屋さん、マグロ専門刺身屋さんになりたかったって話。工藤さん、まああれですよ、生のマグロを工場的に食べられるのと沖縄ぐらいなんじゃないですか。あ、そうなの。そうだよね、だいたい冷凍だもん。はあ、マジで。いや、けど俺たち食べたら冷凍かもしれないよ。いや、沖縄は、ね、かもしれない。あの黒潮の近海だけど、泊まり港は、日本で2番目か3番目ぐらいだったんですよ。ああ、もちろんもちろん。ただ、うちらが刺身屋さんで買ったりするのは、もしかしたら全てがちゃんと生じゃない。本マグロではないですね、キバチメグロ。うわ、すごいな。何、キバチメグロっていうの。微妙に違う。あの安いのと。そう、安いの。キハダマグロで、キハダマグロって。キハダマグロ。いやね、あの、ちょっと分かってる方な。キハダマグロ。分かってる方な。でもあります、それ。聞いたことあるもん。キバチメグロ。ですよね。メバ。キバチ。キハダマグロでしょ。キハダマグロ。なんかでも聞いたことある。なんかありそう。キバチメグロってありそう。聞いたことあるけど。いや、あるかも。メグロ。今メジロって言うんですか。キバチメグロって言うの。ない。ない、キバチメグロって出てこない。ないんだ。キハダマグロなんでしょうね。メバ、え、ま、め、め、え、メバチマグロ？キハダマグロだ。キハダマグロ。キハダマグロか。ビンチョウマグロとか。ビンチョウ。ビンチョウ。いや、ビンチョウは何だろう。聞いたことある。聞いたことある。マグロ2種類あるんですよね。いや、もっとあったんですよ。マネキンやってたから分かるのよ、私は。マネキンやってたけど、間違えて、キバチメグロって。なんだろ、キバチメグロって。ビンチョウだよ、ビンチョウ。ビンチョウマグロ。見るよ。そうそう、沖縄で取れるのはそれなんだね。本マグロじゃなくて。キハダと、クドさん、クドさん、キハダマグロも、漬けにしたら十分食えますということでした。あと紐、クドさん、紐と言われた瞬間、脳裏にひらめくビジュアルは日野翔平とリリー・フランキーです。あ、わかる。リリー・フランキーもそうかもしれないけど、やっぱり日野翔平ですよね。そうですよね。平成の日野翔平とか言われてね。日野翔平生きてるって言うね。平成も。今その子さんになんか、その子さん、入り圭さん、ギフテッド、フリムーンと父親女、ひも映画じゃないんですかと。そうですね、あれそういえばひも映画ですよね。モデルの人だから。確かに彼は何もしなかった。そうそう、彼はあの お金にはならなかったですね。ならなかったですね。お金を作ろうとしてるけど。その子さんがモデルだからね。そうです。恐ろしい話ですね。恐ろしい。だここのさ、そういえばこれもマグロよ。これね、なんか中身、なんか骨みたい、犬の骨、なんか骨みたいな。あ、なんか二つに見える。でしょ、でしょ、ほら。なんか柔らかく見える。でしょ、でしょ、ほら。120円でこう。一個60円でね。だ。倍で。え、222個ね。二個。ガサガサしながら。心に入れた。すごいな。ちっちゃい詐欺だよ。ちっちゃい。バレるわ。はい、工藤さん、最近のリリー・フランキーは綺麗になりすぎですと。リリーのくせに生意気だと。綺麗なんだ。変な絵の格好する。なんかみんなリリー・フランキー好きですよね。うん、ADK さん、その子さんそんな投げやりに言われてもご返答いただけたら。だから今思ったわけ、自分も。投げやりだ。投げやりなんて。そうですね。だからこの映画と映画はね、ギフテッド。これ DVD で出たんですか。出たんだから、だから。いつの間にかツタヤで売ってるけど。売ってんじゃない か, か, かじゃあ俺借りてみようかな。え、見てほしい。え見てほしい。まああの舞台挨拶すごかったですね。舞台挨拶。
本当もっとめちゃめちゃにしてやるのかな、ね、監督に呼ばれて腐れないちゃん腐れないちゃんに見てほしいですね腐れないちゃんとは縁が切れましたけどね切れた切れたいやあんなピリピリした舞台で立つなかったですよ舞台上はピリピリしてるのに客がわからないから客大爆笑だった何のこと言ってるのか分かってない人が結構あのそうそうあの千葉さんはあのどんな人に見てもらったんですかってあの監督自ら聞いたら腐れない人に見てもらったんですねって言ってうちなんちの客みんな大爆笑なのに俺なんか見られなかったすごい何やったのこの映画は、まあね、あの貧困をと描いているんですからねそうですね、うん、沖縄の貧困ですよね、はい、でも多分描ききれてないですそこなんですよね詰め込みすぎなんですねあの警官あの男女の刑事2人の不倫はいらないんですそうそうそう他の人も言ってた、うんあと最後のなんか刑務所の中に入ってる主人公のシーンいらないめっちゃドン・キホーテから買ってきたばっかりでしょって言われためっちゃ T シャツの折り目がきっちりついてるって言ってて誰かに言われましたなんか怒られてるよ工藤さんから食べ物で遊ぶのかっこ笑いっていやちゃんと美味しく食べましたねさっきのこれ食べるためですもんね食べるため柔らかくするためなんか魚天ぷらが柔らかくなる沖縄が柔らかくするちょっと魚天ぷらっていうのは多分沖縄が割と多いんじゃないの山本はどうなの魚天ぷら魚天ぷらないのかなあるんじゃないですかただねこれねあのあこれがさ衣がこれを天ぷらというとびっくりしますよね、うん、ほとんどの方、まあ、これフリッターですよもっといわゆるフリッターさんがあの衣がすごいんですよそう確かにこれは沖縄独特なんだこの形この何で飛び出してるのだからあの衣がねとにかく厚いから骨あの骨っぽいよ、ね、そう結構面白い形してるんですよ現象あと可愛いポニーみたいなあのさポニーだあその子さんがなんかツイッターでアップしてなかったどれか知ってましたあれもなんか同じような形だったそうそう変な形だったんですよ魚にもうちょっと見せてほしいなんていうの分かりやすくこうたい焼き君みたいにさあけどこれあの魚ですよって分かりやすいなんかさデザインのイカだったらつまようじが刺してますそうそうそうあの沖縄の天ぷらイカか魚か分からん問題ってありますよね食べてからえイカだよだからよイカじゃないとか、ね、魚だったとかってありますよね衣が厚すぎてさ原型が分からないこれもね調べあのね調べたんですね本格的にだからこれ実際明治時代からやっぱフリッター状なんですよね沖縄の天ぷらってあマジですか、うん、あのてっきりなんかこうアメリカ文化がどうのこうのだと思ったら、はい、そういうことでもなかったとかもと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 これで魚とかイカとか入れるようになったのは、うん、あのだからあれがあるじゃないですか具なしの天ぷらはい、わかります片腹半分とかありますけど、うん、そこにあの市場のおばさんたちがこの具材を入れてみてやったら美味しかったからっていうことで売れるようになった、うん、へえっていうのがあるそうですよ片腹半分美味しいね片腹半分美味しいですよねコメントご紹介します工藤さん何だか忘れたんですけどスカパーで見たマグロ漁船の映画が妙に面白かった確か60年代の東宝映画なんですけどなんだマグロ漁船何か何か何で入川さん、ギフテッドの舞台屋さんまだ言うか宮脇の涙にはそんな市場を持ち込まれてもと困ってしまう分かる人だけ分かればいい宮城県さんね工藤さん沖縄のグルメを紹介する番組では結構頻繁に出てきます天ぷらそうですそうですそうですサータンダギーとこういう天ぷらはね、うん、これはね俺ちゃんと説明すべきだなって毎回思ってる沖縄の天ぷらが天ぷらに見えないっていう問題、うんうん、だからよおかしいだよ、うん、おかしなのに魚が入ってるっていうマグロでも呪文からしたらこれが天ぷらなんですわかるですよ ね, そうだね、うん、内地の天ぷらあれって思うあれはかき揚げかき揚げかき揚げ、うん、衣も薄いですねそうですよね俺は大和の天ぷらが好きあ、はい工藤さんからコインいただきました、はい、ありがとうございますありがとうございますこれでパンでも買ってって書いてますパン買えるかな鉛筆買ってとかね鉛筆買ってだ鉛筆と帳面買いなさいってですねおばあちゃんからもらいましたけれどはいもうすっかり、映画とは離れてしまった、ね、俺まだまだあったんだよ嫌な働く映画の話があったの。嫌な働く。働くって言ったら楽しいだけじゃないじゃないですか。はい、あの本当に嫌だなと思ったのがグルリのことですよ。そのリリー・フランキーが出てるやつ。はい、あのグルリのことは1999年だったっけ？
じゃない、全然違う、90年代の話で2008年だ、うん、10年前、うん、監督はあのあれ、渚のシンドバッドとかね、最近恋人たちという映画、去年か一昨年作られた橋口亮介監督なんですけれど、ね、木村多江とリリー・フランキーが夫婦、うん、夫婦で、なんか子供ができたんだけど、結局流産したのかな、それでちょっとずつ奥さんが、ね、精神的に病んでいくって話、うん、本当なんですよ、本当なんじゃないですか、うん、それでそのなんだっけ、夫婦その10年間の、夫婦のを追いかけるって感じなんですよ、うん、話なんですけど、俺この映画大好きなんですけどね、うん、で面白いのがこれ仕事の話なんですよ、うん、でリリー・フランキー最初はあの芸大あの美大卒のチャランポランの男で結婚したけど、あの靴屋でアルバイトしてる、靴屋ってあれですよ、靴の修理、うん、あのなんかあのショッピングモールとかあるじゃないですか、うん、あそこで働いてて仕事やる気なくてから若い女の子がいたらなんかとか遊びに来ようみたいなやる気のない男、うん、で木村多江は真面目な人で出版社で働いて、小さな出版社で働いてるんですよね。で2人がなんだかんだ言って、結婚してるんだけど、結婚して夫婦生活やってるんだけど、子供が流産したっていうことでだんだんちょっとずれていく、うん、でなんですけれど、この中に出てくる仕事の風景がとにかく嫌な話が多いんですよ。ただ木村多江が働いてる出版社があるんだけど、真面目なんですね木村多江で、まあ、結構中堅に行って少し仕切ってるの、うん、例えば本屋さん行ったら本屋さんのディスプレイをどうにかするとかサイン会やるとかいうことを仕切ったりしてるんだけど、その自分の下にいる若手 の, あの社員、男の人の社員がいるんだけど、これがめっちゃ嫌なやつなんだ、うん、こんなことして何か意味あるんですかみたいなことを平気で言うという、うん、で木村多江がいやこれそういうこと必要なんですよ、必要なんだよって言ってもなんか全然意味わかんないです、うん、って笑うような、ですごく困るっていうシーンがあったりとか、あとはあの2人でご飯食べに行く、夫婦じゃなくて、うん、木村多江とそのお兄さんが一緒にご飯食べに行くシーンがあって、うん、昔の行ったとんかつ屋に行ったけど、うん、なんか行ったらなんか随分雰囲気変わったなって言って、うん、親父が亡くなってこっちの親父亡くなって息子が継いでるんだけど、うんうん、その木村多江のお兄さんがちょっとね元ヤンキーだから生きてるんですね、うん、それでそのとんかつ屋で働いてるその2代目の息子がめっちゃムカついて何するかって言ったら、味噌汁に唾を入れるんですよ、うん、で出すとか、とにかくねあの嫌な話がいっぱいあるんですよ人間関係が嫌になるとか気持ち悪い話が多いんですよ、うんうん、だからその木村多江のお兄さん役やってるのが誰だったかな、あれだ、寺島進だ、うん、寺島進が木村多江のお兄さんなんだけど、で、この人も結婚して子供を見るんだけど、奥さんが完全なヤンキーなんですよ、うん、で自分より年下木村多江で何か仕事でうまくいってるんですよ最初、そしたらめっちゃ調子乗ってるとかね、うん、なんか土建関係でうまくいってる、うん、けど10年経ったら、うん、あの落ちぶれてるって対応も変わってるとかって、なんかね仕事にあるあるある話、うん、なんかねこういうのあったら嫌だ、すぐそばにある嫌な感じが満載なんです、うん、身近なことがあるんだ、うん、けどね感動するんでぜひ見てほしい感動するの、うん、嫌な話ばかりしてますけど最後に今のそのヤンキーの夫婦ってね仕事ができる方ってこと、うん、不動産業だ、不動産イケイケの不動産、だから仕事今はその乗っかって、うん、プライベートな話林さん今回プライベートだだ漏れですか、ね、俺の、うん、またいとこ、うん、この話は大丈夫ですよね、大丈夫だろ、もう死んだ人の話だから俺のまたいとこで俺と同じ年のやつがいるわけ、うん、もうインターネット見ないから大丈夫じゃない、うん、俺のまたいとこの、うん、で俺と同じ年、うん、で俺が龍大に受かった時の沖縄で龍大って言ったらもう東大ですからね、だから龍大は東大ですから、うん、お祝いをまあやったわけですよ実家で、うん、でだそのまたいとこの父ちゃん、いわゆる俺の親父のいとこ、うんうん、
いやもうちょっとね、立ち代わりも不良なおっさんでさ。同い年？あのその人何歳？じゃあその人は同じ年だよ。俺の父ちゃんのいいとこだから。じゃあ林さん、その人の息子が俺と同じ年。なんかややこしく。今菊村さんがややこしくしてる。俺のだ、俺が大学に受かったから。まあ大事なわけですよ、この他の子も。なんて親の親父筋の親戚の中で俺年齢一番上だから、うん、ついに流大生が出たと。沖縄で流大は東大ですからね、うん、で俺の親父のいとこのおっさんの息子も俺と同じ年だわけ、うん、でまあ呼ばれて、うんうん、俺の大学祝いでわーってなんか盛り上がるんだけども、このおっさんが、まあ、昔から俺が嫌いなおっさんなんだけど、うん、だんだん酔っ払ってさ、俺に絡んできてよ。で、なぜかもう、こうみんなさ、もうだんだんお開き状態になってきて、俺なんか父ちゃん母ちゃんも寝床について、俺とこういう人たちになったんだよ。俺大学、まだ19歳?18、19ですよ、俺。酔っ払ったこのおっさんが、二人きり。俺の息子あれだよ、もうそろそろ落ち立てるぐらいになってる。だから、ドカタ系だろ。ああ、はいはいはい。あんまり何も稼いでないだろ。うん、で、だんだん俺に打ってかかってきてさ。で、思い出、もう、だから、ドカタの人たちは、なんか、そういうスパッて、こう、差になるような仕事をするんだろうなと思って。うんうん、確かに、あの家建てたりするしますもんね。あ、まあ、実際、建てるし、戻ってきたり、まあ、金になるんじゃないの、この学、はい、まあ、まあちょっと差別的になるかもしれんけど、うん、学がなくても、うん、そういう金儲けできるような仕事っていうか、ドカタ、ドカタ、ドカタも言っちゃいけないのかな、ドカタも、まあまあね、はいはい、同級生ね、徹夜って言うんだけどさ、徹夜ね、37、8で亡くなっちゃったね。なんで？病気でしたか？よ、飲みまくって感じ。ああ、そっちか、うん、昔から、まあ、まあよく知ってるんだけどさ、そのだから親父がもうだからこのまたいところあっちの家系と、うん、俺なんか東間家とはもうちょっとね全然さ生き方が違うけど、あっちヤンキー系、うん、だからこのだからさ、そのこうなんていうか今思い出したらこの土方系はなんかスパッて金になって、うんうん、だって儲かるっていう感じなんですけど、こうあそこもなんか あの世界もこの浮き沈みが入ってますよ。昔からの日本の政治のやり方っていうのはいわゆるインフラ整備とかさ、うん、箱物上行政とかやるから、うん、そういう時にはあやかるかもしれないけど、うん、パンってなくなる時はあってもおかしくない。あるあるある。特にもう日本はだんだんもうインフラそこまでやらなくても、うん、箱物行政問題化されたからさ、うん、終わりかい。まあ、とりあえずあのさ、お家を建てられないのかっていう、俺が大学にやる時さ、個人的にお家を建てる、まあ、息子が。まだ建てきれないけどさ。そりゃ、大学受かった人が建てたら怖いそうだよね。なんか意味だから完全な、だからあれですよね。当たり屋だ。難癖。難癖。そう、難癖つけられました。俺が18。いや、完全な難癖ですよ。18で、ね、受かったばっかりの人に。で、俺の息子をかけるから戦えるぞ。ここで林さんがね、え？お前金儲けしてないだろ。うん、で、林さんが、いや、立てるけどって立てるけど、うわ、ギャフーみたいな、スカットジャパンみたいな。ね、適当な脚本みたいな。スカットしましたみたいな。そいつは37、8で亡くなっちゃってさ。うんうん、けどあのどっちがいいのか、まあ、どっちもどっちだよ。いや、あのぐるりのことも結局あれなんですよ、うん、あのなんていうの、こうあるべき、木村太は真面目なんですよ、うん、あのセックスは週3回するとかさ全部決めてるんですよ。それ真面目なんですか。子供作って幸せになろうねって言ってで、リリー・フランキーは合わせてるし好きなんだけど、うん、別にそこまで根詰めないでもいいんじゃないの、うん、みたいな感じだけど、その木村太が子供、うん、せっかく授かった子供もが、あの流産って全く自分の中になかったことになったことでおかしくなってる、うんうん、でそこに出てくるのが例えばそのあんま好きじゃないお兄さんが出てきて、お前の旦那はなんか仕事もヘラヘラしてやってとか、うん、あの世の中こんなもんなんだよみたいな、今度でいろんな話が来る。
この若い会社、自分の部下の社員とかも、もういやバカなんじゃないですかみたいな話になったりとか、うん、そういったなんかこう、なんだかそんなそう、いろんな人の社会、いろんな人が持ってる自分の中の常識、うん、世の中社会をこうやって生きるんだよと、こうやってやるもんだよっていうところで振り回される話なの、うん、木村太郎、それで病んでいくの。でリリー・フランキーは病まないわけ。なんでかって言ったらリリー・フランキーはその常識とか考えてないから。でたまたまそのだから靴屋でアルバイトしてたのが法廷画家っていう 絵描きだから。それでリリー・フランキーのあの紐イメージがあるかもしれない。うん、本人実際紐だったかわからないですけど、それでいやだからその木村隊もだからそこで解放されていくところがあって、だからいろんな自分の中で世の中ってこうやってやらないといけないとか、周りの人が押し付けてくる社会をこう金儲けちゃんとやらないといけないとかっていうものから解放されるまでの話、うん、だからすごい感動するんだよ。だから嫌な話もいっぱい詰め込まれる。例えばその子供が、お兄さん夫婦は子供がいるんだけど、うん、流産したことで子供見るのも嫌だわけ、うん、けど子供何も分かんないから、うん、おばちゃんって来た時に突き飛ばしちゃうの、うん、そしたらそのヤンキーの、お兄ちゃん の、 そのさらにヤンキーの奥さんが、うん、あんた何すんだよってバカじゃないのって言うんだけど、確かにバカなんだ、バカなことするけれど、うん、この人にとってはもう耐えきれないって言わない、うんうん、なんかそういうなんかこうズレとかそごっていうのがすごくちゃんと描かれてて、すごくあのいいですよ。頑張って見たくなる映画です。はい、コメントをご紹介しましょう。マグロの話がまだあります。沖縄、工藤さん、沖縄のマグロ美味しかったよねってうちの奥方と、10回しておりました。沖縄来た時ね。あとなんでって言われそうですが、山形で食べたイカの刺身もアホみたいにうまかったです。イカの刺身いいよね。いいね。九州で食べたの美味しかった。あ、福岡はやっぱり、うん、イカも強いんじゃない。福岡のイカは美味しかった。うん、何イカかもわからないのに。いや、ね、他のイカ系じゃなくて、なんで沖縄のマグロが美味しいのか分かんないです。南じゃないですか。うん、魚、北の方が美味しいってイメージがあって。南もあるけど。島ね。なんで南のマグロが美味しいのか。沖縄のマグロって美味しいって言われてる。沖縄マグロは、まあ、取れる方だからじゃないの。なんでかな。北海道に対抗できるのはマグロぐらいだから。黒潮の海流に乗って、どんどん上に上がっててマグロ釣られるんだけど、沖縄がその前でこう沖縄で新鮮ってことで、今だから台湾の方でいっぱい取られて今問題になってる。あ、なるほど。取れなくなってる、取れなくなってるよって話。インチキだね、インチキ。まあ、それって沖縄もインチキだね。インチキ山とかの下って。入江圭さん、グルリのこと味噌汁に唾抜け、コメントに詳しく打ち込んでたら真っ先に言われてしまった。嫌なシーンですよね、あれは。本当にすごい気持ち悪い。入江圭さんもツッコミ入れようとした、確か店員役は新井博文。あ、そうなの。新井博文って字、この字だっけ。あれ、この字だっけ、新井博文って。新井博文ですよ。最近よく出る新井博文。でもさ、嫌な人にさ、自分の唾入れようと思います？自分の体内から出たものを相手の嫌な人に飲ませたいって思わないじゃないですか。あ、それ。分かったね。はい、分かってるね。ちょっと今、2人が分からないです、俺。今のこのやりとりが全然意味がない。あの生物学的に。生物学的にチューするのは、はいはい、相手に自分の唾液を移したい、うん、なんかいわゆるなんで DNA を移すんじゃないの。本能だ。とりあえずだからあのエッチもそうなんだけど、全部相手になめくじですね。こう、なんか相手の中に自分を入れたいっていう、うん、いろんなものを全部すべて、うん、何恥ずかしさ、恥ずかしさ喋ってるからわからないな。ここから何が出てるのかがわからない。いろんなものを入れてるけど、いろんなものを入れてるね。エガちゃんみたいになってます。誰もだから、あの、分かった、その子さんがいたの。ね、嫌なやつに自分の唾液入れるのは。いやいや、けどね、これはあれですよ、生物学的に間違ってますよ。じゃあさ、自分の大好きな人にクソをなすりつける。つけたいよね。いや、つけたいよね、じゃねえ。いやいや、それ排泄性質みたいな。出したもんだから。うん、いらないって出したもんだわけ。唾だっていらないじゃないですか。いや、無理やり。無理やりじゃん。そう、スバーはボトムと。例えば映画とかでドラマでよくあるのが、余ったものがするだけで。違う違う、林さん、映画とかドラマとかでさ、例えば悪役が来てから、お前ももうなんかお前の命もこれまでだって言った時に、ピッて唾吐いたりするじゃないですか。そしたら
そんなに俺のこと好きかよって言ったら、あ、そんなシーンありそうだな。それとさ、うん、うんちをバンってやってさ、俺のこと好きだろうなはないでしょ。まあないですけど、けど唾をだから相手、唾はありそうでしょ。相手に唾を吹きかけるっていうのは好きだからやってるじゃなくて侮蔑ですよ。まあだからかもしれないけど、お前は軽蔑してるよって言うんじゃなくて、で、唾問題。逆に俺だ、まあ、好きな女が、うん、まあ、今男の嫁ね、男を 今リュウジ分かりやすくするために男を試着してる、はい、好きな女が唾入ってきた喜ぶ男っているでしょ、うん、いると思う。いるかもね、うんうん、って言ったら分かるからな。分からない分からない分からない。唾吐くことのいわゆる虚しさ、うん、意味のなさ。そうそうそう。ちょっと待って、こんな唾でここまで来ると思わなかった。何今なんかつぶやきが入ってる。大丈夫。なんでも仕事の話か唾の話か。何で唾でこんな広げると思わなかったの林さんが。待て待て待てみたいな。いやいや、その子さんの意見に俺は乗っかったのね。よかった。よかったよ。あと2人で喋ってください。どうなのか。唾について。唾についてどう思う？チュンペについて話します。チュンペ。うちの口でチュンペ。チュンペ。はい。工藤さん、携帯虫。あ、さっき取り入ってました。工藤さん、刺身映画という新ジャンル、過去ないで。桑畑さん、刺身にしてやるっていう言葉あるね。アキラ、漫画の中でもあった。あのね、マス、ね。あるね、ヤクザあ、こう、あの、ポン島とか、まあ、ちょっとした、ああいう口みたいので、生すぎりって言い方言うね、生すぎりと。に、刺身にしてやるっていうのは、多分それ、近い、あの表現でしょ。刻みに、細かく、おろしてやるみたいな感じで、切り刻んでっていう。でしょうな。詳しく説明していただいてありがとうございます。ヤクザも仕事だよね、変だし。まあそうですよ、職業認められてない職業っていうか反社会勢力ですからね。入井圭さん、新井博文、多分正しくないです。速攻で入力しましたという。あ、当たってましたよ。ごめんなさい。あと刺身映画、悪魔の毒毒モンスター、東京行く安岡力を裁くんです。知らない。そんな映画あった？悪魔の毒毒モンスター東京行くは知ってる。あれ今初めてのライブ終了さった今オフライ、うん、あれライブ終了終わりに戻りました、うん、あ戻ったあれどんな俺も初めてライブ終了っていうのがあった気づかなかっただけじゃなくてだと思いますよ。はいてか今そうなの？もう12過ぎましたね。待ってくださいよ。ね悪魔の毒毒モンスター東京行くはごめんなさい未見なんですよ僕。ただね一つだけ知ってるのはホコテンかどこかでバンドのライブ会場に、ドクドクモンスターが乱入して行ってっていうシーンがあるんだけどそのバンドがまだデビューする前のブームだったっていうのは分かる。ブームが悪魔のドクドクモンスターに出てるの、うん、で今は沖縄県立芸大の教授もやってるあのあーねボーカルこれあのボーカルがコラボの人とちょっと、ね、仲良くなったけどおう普通の人だから普通の上等だったなんか言いたいこといろいろあったもんだけどね。誰にボーカルにボーカルに誰に言いたかった誰のなんか史上本当に普通の人だったうーんボーカルも会ったことあるけどやっぱりまあボーカルあのさオーラを感じてないけど、あれ、なんていうのかな、ナルシストみたいな。誰が？意外、オーラを感じてない。宮沢が、うん、オーラないの？ないよ。でもナルシスト。何回かオーラあったことあるんだけど。オーラないの？オーラないの？ナルシストだから、ツッコミも言い切れない。あるでしょ？そういう人っているでしょ？いる。なんか突っ込みづらいし巻き網ないって巻き網みたいな林さん今回なんかだあのさ石って何も突っ込みたいんだけど巻き網みたい突っ込んでもう誰も喜ばないから突っ込みでないいるでしょそういう人林さんその話に特定の名前入れるのやめてくださいあのマキアとかいるでしょ突っ込み入れても面白くないやめましょうよアーカイブ飾りますよ
なんかさ、今日なんかちょっと持ち上げといた方がいいさ。今日変なところ、だから間違ってるよって。で、俺今日さ、その子さんに普通に、日本語の間違いツッコミ入れたの、別にツッコミ入れやすいから、うんうん、いや、言ってもそうなんだって返してくれるけれど、日本語の間違いなんかあったっけ、見つまるっていう言葉で、あ、そうだそうだ、はい、けどそれを言われると、言いづらい人、なんかさ、言いづらい人っているさ、で、うん、俺何も得しないよ、この人にツッコミ入れても、この人のためにもなんのかなとかさ、うん、それ、マキアさんがツッコミにくい人なんですね。突っ込んで指定しましょうよ。いっぱいあるんだけど、俺一緒に住んでたこともあるから、一緒に住んでたこともあるよ、同棲ではって、同棲してたけど、エンターテイメントにならないっていうさ、もうやめましょう、やめましょう、これどんなに説明してもマキアさんが面白くない人にしかならない。楽しいけど、楽しいけど、まだそういう、そういう人、なるほど、宮沢かぶ、わかりました、わかりました、今回の番組なんかさ、アーカイブ化されますよ、あなたちょっとここ変だよって言い切り、言い切れない、宮沢かぶ、もう十分わかりました。だから俺はそういう人になりたい。いや、なんか、いや、拾ってない、フォローになってない、俺はなりたいんだよ、なりたい、なりきれないんだよ、あそこで高貴な人になりたい。わかりました。わかりました。大丈夫。まあ、もっとわかりました。いや、もうやめましょう。天皇が結構粗相したことでツッコミ入りきれるか。今の天皇ってね。なるほどね。わかる。わかる。俺、だから、入り計算。天皇にはツッコミ入れられない。俺はもう下っ端の人間なんで。今よろしいですか。入り計算。林さん、マキアって生々しい。生々しい。いや今ね回収できないですよ、林さんこの話は。でもなんかいじっててうまくいかない人ってさ、誰もさ、いい思いしないって。じゃあいじらん方がいいさってなっちゃうからね。だからリュウジとかいじりやすいよ。だからこっちにいる3人は別にいじってエンターテイメントにできるよ。ちょっと待ってください。なんかできない人っているんだよ。だからちょっと待ってください。ちょっと待ってください。どうやってもマキアさんが、お前がさっきやってましたけど、俺乗っかってんだろ。とりあえず M さんで、絶対乗っかってるこいつ。どっちも M さんだから。M さんで。ということで。なんかさ、誰も得しないというか、あんまり笑えないというかさ。笑えない。笑って収まらない。ということ。なんか。わかりました。エンターテイメントに持ち込みに行くっていうかさ、なんか傷口広げてる。誰もみんな、本当に誰も得してないから、言いづらい人っているさ。うんうん、今この話も今得しない方向な気がする。今。ひゃ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 笑えるわけじゃ多分聞きません。知ったりとかしてもたんそのくらいで、リュウジ自体しても、はい、笑える演出はできるんだけど、こういう演出が思い浮かばない人もいるわけ。気難しいってことですか？そういうのとちょっと違うんですよ。なんかナルシスト な人はいじりにくい。いや、あいつも立派なナルシストだと俺が言う、MC も。へぇー。あのさ、弱いところ見せないんだもん。分かる、俺分かるわけ。分かる分かる分かる。本当に。分かる分かる分かる。これを、俺、こう壊しづらいわけ。壊さなきゃいいじゃないですか。でも、だから壊してないじゃん。けど見えちゃうから、そういうのも見えちゃうから。だから一緒に住んでたのが2年間あるし。その昔からもうずっと高校時代3年間同じ暮らしだからさ、もうもうなんか世間のイメージ崩したくないなって思うんですよ。今日面白いな。コメントで書こうかなと思ったけど、俺だから番組にカレーが何回か出演したことあるけど、俺いじらんでしょ。いじらないですね。まじめに。いじってても誰もなんか得しないから。あいつも面白い役なのしないし。結果で文句みたいになっちゃうんだよ、この話。トイレ行く。トイレ行くな。
もうサウルの息子って書いてますね。ああ、俺がね、書いたけど、いや、嫌な、嫌な仕事だなと思って。嫌な仕事ね。サウルの息子は、あの強制収容所に入っているユダヤ人の者で、うん、サウルっていう男がいて、ほぼ実話ですよね。そうそう。で、家族がバラバラになってて。うん、でもう、ね、殺されたユダヤ人の死体を回収する仕事をしてる、ユダ同じユダヤ人で、もう嫌な仕事だ、うん、でそのじゃあ戦後の話違う違う戦中、うん、だから強制収容所でユダヤ人がどんどん殺されてる中で、うん、その身元を探すってこと、うん、じゃない、それでサウルもいずれ体が弱って働けなくなったら殺されるわけ、うん、自分が今この回収してる死体と同じ目に遭って、うん、そういう状況で働いてるんだけど、うん、サウルは自分の息子が 見るんだよ、自分の息子の死体見るんだよ、死んでた、うん、けど泣く暇もないわけ、うん、けどせめてサウルができることっていうのはこの死体を回収して、うん、お葬式、お葬式というか一応ちゃんと丁寧に葬りたいと、うん、せめてそれぐらいやりたいということで手を尽くすって話、うん、けどそんなこと許されないから、うん、だから囚人、ユダヤ人の中でもみんな役割があるの。例えばこれを仕切ってる人とか、うん、間に立つ人間とかいて、そのいろんな人たちに手を尽くして自分の息子の死体を回収して葬ることをさせてほしいと、うん、けどルール違反だから、いやそんな危ない橋渡れないとかっていうことをずっとやるっていうの。でカメラが大体ずっとこの辺なんだよ。そうですよね、ずっとこうだから、ドキュメンタリーたちなんだよ、うん、だから状況が見えないわけですよ、うん、今どうなってるか、かなり危険みたいなところがあって、映像的にもすごいし、あと悲惨だよね、うん、でも結構実話を描いてる割には結構、うん、あの死体の中からあの息子の死体を探しきれるシーンとか、うんうんうん、なんかリアルに描けるなと思いましたけどね、うん、けど実際あった話ですか、あれ本当に、うん、死体見つけたんですか、あれ実際に。けどただどういう実際のところどういう状況で見つけたかは分からないです、うんうん、あれもかなり簡略化したかもしれないですけど、それは分からないですけどね、ただその死体から服を剥ぐとかね、そこからお金とか金歯とかが出てきたところで着服する人がいるとかさ、うんうん、でそれなぜ着服するかって言ったら、ただ儲かりたいじゃなくて逃げるために必要な金だと、うんうん、なんかそういうのが見えてちょっとね嫌だな。何の映画？サウルの息子、あハンガリーの映画ですね。ごめんちょっと話が出るけど、これ分かる？これ画面下に微妙に余りがあるでしょ。画面の下？ほらここ？なんかギザギザみたい、ギザギザというかなんか、何ですかこれ。ちゃんとね、16対9に合わましたってことは、太って見えるってこと。太って見える今日何回も言ってました。だからよ、縦に画面が今このね、パソコンのこの、このソフトのせいでちゃんとさ、比率が合ってない、このメインのカメラが。じゃあ縦長にしたらいいじゃないですか。いや、できないけど、だからいじってんだよ。だこの分、このちっちゃい下に見える分、黄色い分、なんか画面が縦に潰れてると思って、ごめんね両サイドは余計に潰れるから申し訳ない、あの一生懸命訴えるけど両サイドはの女性2人はこんなに横長じゃないですなんかもうなんて言ったらいいかわからないですよ。いや生で見ても全然違うもん、お二人は本当ね、さっきからさ俺ちゃんと何でもつらないだろう。ちょっとコメントよろしいですか、はい、イリー・ケイさん、マキアさんと聞いて余計なことを書き込んだので途中で消しました。朝ツイッターで検索。工藤さん、我々は今沖縄の闇を見たの、沖縄の闇ってことで OK ですかって。いや、沖縄の闇じゃなくて、俺のプライベートの話だ。今日林さん、プライベートの話、プライベートどこまで話していいのか、ちょっとね、面白いからいいやと思ってますけど、ハラハラしてますよ。あの、ホテルの話。女性環境女性環境、あの身内の話ホテル、ラブホテルはで、ラブホテルをそういうので利用したことはないって話ないって、だからそれはなんかそれどういう、いいことなのか悪いことなのかもわからない。内村さんとカラオケ行ったとかさ、うん、ラブホは内村さんとしか行ったことない話やばいね。やだと大人で行ったことあるの、だからサオリぐらい、特感メンバー。だから名前だから、いやサオリも、だからサオリも一人で女子として。あの、じゃあお前も一緒だったな、思い出した。バレました？ユージも、うん、俺初めて会見で。俺とサオリと、今日の4人でパーティー。二十歳とかそれぐらいだ。思い出した。
そうですよ、回転ベッドとかある。あったっけ。あ、またそれでビデオ回しちゃう。モーターベッドとかね。うん、回転ベッドが面白いからもうビデオ回しちゃう。いいね、ラブホテル行こう。とりあえず乗るのやめてくれ。行こう、やろう。内村さん 今どうなってる。だから今のライブ、あれはあっちですよね。あの回転ベッドって禁止だったの。ヒアゴンだね。なんでこう働く人の話で、ラブホテルで働く人が言われたりする。そうですね、うん。あるある。あるある。あるある。うん、イリケイさん、私はツイッターにも投稿にチェック入れてないので何言っても OK。でも、マキヤさんの件は自粛しました。あの、ツイッターに投稿されなくても、ここに残ってますからね。ね、残りますはい、大丈夫です。何が大丈夫かさっぱりわかんないですけど。ね、一旦オフラインになるんですが、すぐ戻りました、うん、ということです、うん。はい、こんな感じです。なんかもう他なんかあり、ご紹介する映画とかありますか。もうちょっと12時20分になりますね。ちょっとですね。じゃあ、その子さんの愚痴タイム。愚痴タイム。いろんな仕事終わったね。俺、最近の愚痴。また辞めたんだ。辞めましたね。何を辞めたの。あれ、小白師匠の独演会が終わって、ツアーが終わった翌日に辞めました。何を辞めた。仕事です。仕事、何の仕事、うん、カレー屋さんだったんですよ。カレー屋さんだった、はい、県庁の。そう、あ、県議会と。県議会と。いいの、もう本当に縛られる。そうそう。あの、昼飯が変わったなと思って。あ、そうですね、もうあんまりアップしなくなったっていうか、うん、いや、違う昼飯になった。アップされたのが弁当になった。そうそうそう、弁当になって社食って感じ。そうそうそう、そう、京都物産の祭神に入ってて。ちなみに俺はその前までの昼飯行く、うまそうでさ、カレーのさ、うん、カレー美味しそうですよね、あれね、はい、美味しいですね、カレーね。なんでやめたんですか。あれなんか、あれ、休みももらえなかったっていうのもあるんですけど。いや、笑いの声ちょっとおかしいですよ。じゃあ、だってさ、休み中。よくある、よくある黒話。ちょっとおかしいな。よくある黒話って言ってもらってる。もらえなかった。ちょっと笑いの声が怖い感じだから。もらえなかったのね。ちょっとサイコパス入ってます。休み。休み。でも、だからそういうところで頑張ってたわけじゃないですか。まあ8ヶ月ですけど ね。でも8ヶ月もすごいよ。でもそんなことだったら小白師匠のツアーが始まる前に辞めちゃえばよかったと思って。辞めるんだったらね、うん、でも頑張ってたんですよ。腹立ってそころどきの曲行って、うん、あの休日手当とか、払ってないやつ払えよごわしって。払われてなかったんだ。払われてなかったんで。ひどいね。で、振り込まれました。労働基準から注意指導が入って入りました、うんうん。え、2000円。2000円ふざけんなよと思って、もう一回また労働基準局行って。何日働いてる。8ヶ月ですよね。休日出勤なんで、土日祝日は、まあ、必ず週に1回は最低でも仕込みにしないといけないので、休日出勤ですよね。それでも出勤。え、それは、出ないの。出なかったです。はぁ、あ、そうなんですよ。まあ、でも、県庁の中の。県議会等なので、県から選ばれてる飲食店ですからね。いや、多分だから次の入札とかが入るときに多分ペナルティになるわけですよ、うん、しかも8ヶ月間も9ヶ月間も不法投棄をさせられて、これはもう前の従業員もすごい怒ってて、県の中、県庁の中の、そう、県議会の中ですね、にあるお店が不法投棄してた、はい、あ、これ県庁にですね、県庁の中の、沖縄県庁の中の、そう、最初言うわけですよ。議会とね、議会とこのゴミをね、議会と、そう、ここでは県議会との中では捨てちゃダメだから、業者と契約してくださいということ で、はい、で1万円払って業者、うん、と契約してくださいって言われたけど、その1万円が惜しいから、うん、従業員にエプロンも制服も脱いでパーカーつけて普段着に着替えて、県庁に捨ててこい、バレないから。沖縄県庁の中の何のお店。1階にあるんですよ、ゴミ捨てる場が。じゃあ お店の前はアジト屋です。アジト屋、アジト屋がそうなんだ。アジト屋県議会ですね。アジト屋で、アジト屋って何箇所もあるよ。同じお店、同じお店です。県内に4カ所と台湾に3店舗オープンしてて、アジト屋がそんなことをしてたの。林さん、なんか残そうとしてる。アジト屋ってツイッターで書いていいよ。アジト屋がそういうなんか1万円をもう惜しいがために9ヶ月も不法投棄させてて、ね、まあ、前の従業員もそれで嫌でね、うん、毎日不法投棄するの嫌だっていうことで辞めたんですよ、うん。
ていうね。ひどいね、アジトや。そうですよ。今もあるの？今もあります、はい。だそれが改善されたとしても、じゃあ県議会等の担当の人、うん、県庁からも注意が入って今は改善されたって言ってるんですよ、うん、もう県庁で捨てるのやめたって言ってるんですけど、うん、改善したところでこれ私が密告したから改善してるだけであって、ね、分かっていながら9ヶ月もこの不法投棄してたっていうこと自体が、うん、ひどいね、県で選ばれて、だって家賃だってあれですよ、免除されてんですよ、かなり、うん、あれ税金じゃないですか、何してたっていうのを、入り系ツイッターで何回も繰り返しましょうよ、アジトや。本当に林さんが今どうかしてるよ、アジトや。めっちゃ今言ってるんで、それに入川さんが乗るかのように、その子さんが辞めたというカレー屋の支配人、会計ソフトの CM に出てます。 CM にも出ててね、多分フリーですね、フリーフリーの CM のアジトや。そうそう、林さんフリーって FREE。 そうだからね、これね、労働基準局の E が何でしたっけ。どうなんだろう、あれ、アジトや会計ソフトのフリーの CM にも出てたアジトヤが、けどこの支配人というか、オーナー、そうだっていうこと、オーナー自身がアジトヤが来たっていうこと。そうです、オーナー自身が、下の店長さんとかがいたってこと。オーナーです、経営者ですね。あら、まあ、もうどんどん書いて書きまくれ。だからこの労働基準局の監督官がアジトヤフリーの CM に出たアジトヤ、うん、そうだからやっぱりアジトヤって言ったらもう監督官もみんな大体わかるんですよ、有名だもん、ね、そうだから、そういうところがもう、いくら何店舗、事業拡大とかね、1年間で100店舗事業拡大したりとか、うん、CM 出たりとか、うん、新聞でこうやって出たりだとかしてもね、うん、そのうちダメになるでしょうみたいな感じでたくさん動いてくれて、まあ、わずかですけど休日手当がちゃんと全部最近、まあ、ほんのちょっとだけど、ほんのちょっとだけど、でもそういう行為してることしか許せないじゃないですか。まあね、はい、もう認めさすっていうのが私の目的なんで、うん、だから1週間も経たないうちに振り込まれて、うん、だから違う、またなんだかんだと店は続くからその子さんの代わりで入ってくる人が、うん、その子さんみたいに辛いもしないで済むようにしたわけじゃないですか。そうですよ、ゴミの不法とか。だから最近カレーグランプリっていうのが年に1回行われてるのがあるんですけど、うん、確か今回で4回か5回なんですけど、うん、カレー屋のオーナーは、アジト屋のオーナーはカレーグランプリはもう今年は昨年は準優勝だったけど今年はもうグランプリ狙うぞって言ったけど、もう特別賞にもなってないですからね、うん、あ、取らなかった、取らなかったです。今工藤さんの方からアジトやグリルチキン、あ、そうそう、グリルでも焼いてもないのにグリルチキンなんですけど、琉球大カレーもやって、琉球大学もコラボしてやってるんですよちょっと待ってください、なんかちゃんとこう話が詰まってすごいですね、皆さん、そうなんだ、はい、なるほどね。あと原切さんが、ひろき、イリケイさん、ゴエクエイソー先生にインタビューされて5万円に答える不法投棄を考えてる。そう、本当にこれなんかもう告発ね。原切さんは割とまっとうなこと言われてるよ。原切さんは、あ、ひろき隆一のさよなら歌舞伎町ラブホー授業の話でしたね。わかるわかる。前田敦子のね。前田敦子って誰だっけ、前田敦子。そう、前田、あっちゃんですよ、あっちゃん。ホームス笑っとるでしょ、AKB。違う、AKB か。AKB48 ですよ。え？教えて、本当に分かる。前田敦子。名前に聞き覚えがあるんだけど、顔が出てこない。前田敦子って女優の前田敦子じゃなくて。今女優になってますね。あれ？昔からいる。あんたたちよ。名前だけ聞いて。あれ？あれ？あれ？昔からいる。あ、私を好き。にならない私を好きにならないで。あいつはそろそろですか、バカじゃないの。私を嫌いにならないでじゃ、私のことは嫌いになっても AKB を嫌いにならない。そうそうそう、それです。あ、そうです、そうです。なんかかなりバカっぽかったです。私嫌いにならないで腹水が出そうだった。キャンキャン、ね、もうすっかりも書かれてますよ。アジトヤ、アジトヤってなんか飲み屋でいっぱい聞いたことあるような名前なんで。飲み屋で、あ、なんか飲み屋でいいじゃん、会社の名前ですね、アジトヤね、アジトヤね、まあ、ただ頑張っ、こう商売拡大するのは悪いことじゃないけれど、はい、そういう違法なこと、うん、だから多分ね、県議会とか県庁に入っている個人のね、お店だったらね、まあ、個人ですけど、
何もならなかったんだけど、うんうん、県議会に入ってるっていうのが問題なんですよ。そうです ね, ねあとだから従業にちゃんとした お給料渡さない。そうそう、それは良くないよ、うん、だってお店とか会社っていうのは人が幸せになるためにやることで、うん、そうですよ、ね、お前ら辛い思いしろっていうのは良くない、うん、私体調も悪くして休みくれないから、イベント前なんで大事なんで、休みくださいよって言って、ダメなんだ言ったら1時間でじゃあいいからって言ったら1時間も休みくれなくて、おっかげでもう落語会の集客ももうめちゃめちゃでしたね。疲れすぎて、それ言い訳にならないんですけど、ね、でも、すごいし休めない、休めなくて、体調悪くても休めない、もう超閉塞みたいな感じになって、でもダメ、起き上がれなくて、もう1分間で冷や汗でパンツまでびしょ濡れなんですよ、動けなくて、そうなの、ダメっていうの、休んだらダメっていうの、ダメっていうんですよ、だって私土日祝日休みだし、なんで休んじゃいけないんですかって言って、じゃああっちゃんなんて来てもらわないと、お前店長だろみたいに言って、いや店長だったらなんでねカレー運ぶだけのホールの人間と40人しか変わらないんですかって、職員衛生責任者もやって、うん、したらしたらもういやもうあっちゃんはもうなんかブチ切れて、じゃあいいよやめろよみたいな、やめろとは言わなかったけど、それぐらいな店長だったら責任持ってやれよって言って、うん、店長だったらよくない、何言っても店長だろお前はみたいな、けどそれなりの店長っていう名前にふさわしいお金、お給金もらってないわけですよ、もらってないですよ、それ良くないよね、本当に昔の社長だね、そうですね、本当に良くないね、すごいな、腐れないちゃうね、腐れないちゃうね本当に、結局はやっぱりついにヘイトスピーチが始まる俺が言ったんだけど腐れないちゃう、皆さん検索してください工藤さんの方から、Google の検索候補にアジトや県議会、アジトや県庁とか出てきてドキドキする。けど沖縄の会社とか店舗が海外進出してから店が増えるっていうのはいいことだと俺思うんですよ、はい、ただだからといって働いてる人が辛い思いするんだったら、それはいやそもそも足元をちゃんとしなさいよ、私は病院行くために1時間だけ休みくださいって言ったんですよ、うんうん、それもダメだと怖いな、怖いです、つぶやきある、つぶやきある、いやもういっぱい書いてますよ工藤さん、カニ光線ならぬカレー光線やカレー光線やか、ハジトやヒコマロみたいになってます泣きながら泣きながら泣きながらカレー屋さんの話はもうちょっとあるんだよね。あと入江圭さん、一度キリングフィールドのチラシお配りに首里店に伺ったところ、ああじゃあ後で置いときますねと反応が芳しくなかったので置かれなかったんだと後にしたんだけど、ハラキリさん、アジトやカニ構成なんですよ、なんかみんな乗ってきたでもね、一番オープン立ち上げからいた女性がね、ものすごいパワハラにあって大変だったんですよ、最近怒り狂ってね、その子さんよく労働基準局に訴えたねみたいな感じで、私はどんだけも精神的にやられたかって言って、うんだからアジト屋のオーナーが食器終わっても、おいお前のせいだって言ってお前が食器きれいに洗われないから俺手から滑って落としたんだよって言って、50枚ぐらい割ったんですよオーナーが、すごい、はあ、うん、それ見て私も絶句で、何なのこれ、うん、すごいね、いや私ちゃんと洗いましたよって言ったから、そんなわけねえだろ、だったら俺の手から滑るはずがねえだろって言って、これどこの人、北海道、うん、そう、北海道、俺は大泉洋で北海道の、北海道のなんかこう、上がってたの、そうそう、大泉洋もアジト屋にね、何回か来てね、写真が飾られてるんですけど、マジかよ、うん、でも北海道、みんないい人みんなでね、ねえ、なんか北海道と沖縄なんか、いい人ばっかりだよ、ここで北海道が出たから。もうね、大きい声出せばね、女性がビビると思ってるんですよ、なるほど、おいとか言ったらよくないな、うん、で萎縮してしまうんですよ、この初代スタッフもね、うんうん、ごめん、俺も大きい声の人でもその子さんは言い返せるじゃないですか、うん、はい、なかなか言い返せる人いないから、いないから、私は言い返せなかったらずっと黙ってたんですよ、その現場ではいなかった、はい、だから最後にぶち切れて反省するけど、東海構造の中では大きい声の、そうですよね、否定しないんだ、俺のせいでだから人が減ってきたんだな、いや、ヒデさんが、ヒデさんが、俺さ、大島さんってさ、パイナップルツアーズのプロデューサーの人から、うん、大島さんから、大島さんだったの、うん、
だったと思うけど、だった大島さんの俺の褒め言葉が声が大きいっていうのがいいお前の声が大きくていいなみたいな それだけそれだけなの褒め言葉が結構ショックだった、うん、それだけかいいところでもある、あり、コンプレックスでもあるから。そうなんですか。声がでかいせいで、バカにされること。変なやつだから。まあ、これは言わないでください。ある人は、声が大きくないから、うまくいくわけですよ。うん、俺は声が大きいかって、はったらはっきり、間違ったことも言っちゃうけど、まあ、あの日本語的におかしい人間だからアラも探しやすいわけちょっと電話します急な話なんでなあれ急な話母親の車が母親だからはっきりパッて言うから上げ足もそれ分かりやすいっていうさ、うん、コンプレックスなんでで、あの、よくさ、あの、この昭和な言い方、昭和、しかも昭和前期の言い方からすると、あの、酒飲むと、メートルが上がるって言い方するじゃん。俺はそれに引っ掛けた、おっさんのギャグで言えば、デシベルが上がる。デシベル、あの、デシベルも通じなかったか。ごめんごめんごめん。パソコン、まあ、この今あれ使っているパあのソフトもそうなんだけど、音量が上がるっていうのをデシベルが上がるって言い方するわけ。へ音量 あの単位がデシベルだから。はいはい、今 デシベルっていう単位が 今このソフトに出てるよ。はい、俺酔っ払ったら声が大きくなるわけ。わかる。私もですよ。私も結構声でかいって言われるんですよ。声が通るんだ。通るのかしらね。通るんだ。俺には絶対勝てない。そう。林さんにはかなわないけど。俺なんか興奮して酔っ払って、俺もショックな出来事なんだけども、隣の席のやつらが、俺の皮肉って言ってたのもう隣の声がうるさくなんか文句言って言いながら立つさって言ったのも俺聞いちゃったからさまあまあとりあえずデシベルがまあ何回も俺が声がでかいことで失敗談は何回もそっか声がでかいことで失敗につながることもあるんですね気にしますあるあるあるないですだって職場なんかでは声がでかでかければいいほど、はい、リベルねなんか、うん、声がちっちゃいとこれしちゃえみたいなそうそうそう何言ってるんだみたいななるからもちろん演出の時にはあえて大きく出す時もあるよそうですよねあの仕事上では本当に、うん、撮影中とかもごもごしてたら、うんはい、伝わらないか、うん、なんか現場もわーっぐちゃぐちゃになってやるこう意識的に声上げて、はいやる時もあるわけそうですよね、現場でわざとだから怒って本当に怒ってるわけじゃなくて叱らないといけない時だと、うん、まあ例えば公設市場で撮影してる時になんかもうだらもうなんかもうぐちゃぐちゃなスタッフがいてあ、なんだなんだってなんかもう声上げて、はい、言わないともうシャキッとしないっていう、うんもうこれさ、俺のこの子の外の人間から俺のね、外の人間がすると、お前なんでこうなんかこういじめてるようなこと言ってるんだっていうなんかさ、この人のせいにしてってなんかさ、で俺の別の人間人格がなんか訴えかけてる。人から見たらいじめてるっていう。戦いながらずっと現場とかやったりするわけですよ。なるほど。そういう現場もあるよ、だから撮影現場ね。ああ、そんなに気にする。
気にするんですか。はい、気にするんだ。はい、原切さん、トーマ監督がデジベルが上がると言った瞬間、お二人の挙動感が強かった。俺もだ。デシベル。知ってました？デジさん。いや知らない。なんか聞いたことあるんだけど。意味は。もうだ。今このまさしくのこのデシベルでしょ。デシベルだよね。どっかで聞いたことある。うん、あの音量の単位が単位、あの略して DB って書いてあるんだけど、単位とかあるんですね。もうボリューム 1,2 しかわからないさ。いやだからデシベルっていう、だから飛行機のだから、俺あの台風だったら100デシベルとかうるさいよねみたいな、あの単位がまあ普通にまあ音量を使う仕事の人はみんな知ってるはず。うん、戦闘機の音がボリューム10でしたとか言ってもちょっとピンと来ないじゃないですか。あ、ボリューム10って何なのみたいな。台風のなんとかヘクトパスカルと一緒だ。そうだからで本当に今まさしくデシベルを今、うん、目の前にしながら今やってるんだけど、うん、分かった。デシベルっていう単位があること。あ、覚えました。よろしいでしょうか。なんだよろしいでしょうか。なんとですね、今うちの母から連絡があって、うん、店が終わったんだけどと、うん、えで今日僕母の車で来てるんですね。鍵迎えに来いと。鍵も持ってるっていう。鍵を開け喋りはどうするんですか。どうしましょう。いや1時過ぎまで待つって失礼で、ちょっといいですか、っていうふうに事情を説明しつつ、クドリャックさん、音量を使う職業の人、音量、この音量か。音量ね。何かなと思った。あの、玉津が音量とか、この例えがごめん。でもちょっとわからない方法ですよね。NHK の人形劇のね。へえ、なんとか発見で。そう。分かってんじゃん。なんで分かってんの。ジュサブロー。すごい。分かってんじゃん。だからそのことは好きって言ってた、ね。そう、辻村ジュサブローが大好きなんですよ、私。あ、人形が。てか、でもあなた、いや、ジュサブローだ、辻村ジュサブローだ。生で絶対見てないです。あれ、まあ、録画がほとんど残ってない。そう、だからさ、今もう、菊村さん絶対全然わかんない。坂本九が素晴らしいなって。辻村ジュサブローで。なんでそこまで知ってんの。いや、坂本九の、あ、初めて坂本九素晴らしいと思った。玉ずさが音量って、なんかさ、あの、発見伝。発見伝。新発見伝。里見八犬伝とよく間違えます。違うんだ。あ、もともと里見八犬伝っていうのがあって、ドラゴンボールはそこが元ネタだよ。そうなんだ。それとあの西遊記が元ネタだけど、うん、基本大枠の物語設定は八犬伝だ。基本設定は西遊記、うん、基本設定、人物設定には西遊記に近いんだけど、うん、西遊記のでもほとんどもうあの作女だけど、あの主人公はなんで、主人公の名前なんだっけ、西遊記は孫悟空。あ、孫悟空、だから孫悟空じゃん。うん、あそこだけいじってて、大枠は八犬伝なんだ、へえ、で、新八犬伝っていう話が、俺が小学校幼稚園から、あ、違う、小学校幼稚園って言うけど、幼稚園から小学校1年にかけて、NHK の人形劇で大ヒットしたのがあって、で、その中で、八犬伝っていうのはもう、8人のすごいなんか、うん、あの、剣士がいて、まあ、8つの玉を集める話。あれかな、里見八犬伝みたいな。だからそれが元ネタ。だから里見八犬伝が元ネタだけど、ちょっと変えたから新八犬伝。で、その中で、玉ずさが音量で、音量がこう、狂わせるわけですよ。の話は、なんでこんな話な。俺も今、どうまとめればいいのか。どこでどうなった。玉津さや音量。そろそろ。人形劇やな。ごめんなさい、ちょっとね、待ってるっていう話が。まあ、やっちゃったと思って。すいません。いやいや、まだ見に行くだろう。普通に戻るんで来ればいいんだよ。ということで、よろしいでしょうか。はい、すいません、私事で申し訳ないんですけど。拾ってる。拾ってる？うん、いや、つぶやき。つぶやき拾ってますよ。
はい、大丈夫でございます。今日皆さん、コメント本当たくさんありがとうございました。私ということで一旦盛り上がってるんですけど、一旦切ります。申し訳ないです。これであれやりましょうか、みんなの歌。はい、あ、まあ、みんなの歌。はい、みんなの歌何にします？一生売れない。一生売れないだったと思うけど。じゃあ一生売れない心の準備ができてるかを、聞いていただきましょう。どうぞ。それでは、もともとは同業者に捧げた歌でありましたけれど、結構サラリーもらってる人言われるサラリーマンにも評判がいいので、今は全ての社会人のために歌っています。タイトル聞いてブルブルっと震えてください。タイトル発表。一生売れない心の準備をやってきてます。一生売れない心の準備はみんなできているか。
はい、一生売れない心の準備はできてるかの手裏劇場バージョンでした。声聞こえてますよね、大丈夫ですよね。こんな終わり方だ、はい、林さんが終わり方もう編集したので覚えてないっていう。さっきあの LED のね照明が点滅してましたけど、こんなにやなってたっけって林さんが言ったもんね。編集してたのに覚えてないって。はい、ということでございました。これが2016年、2年前か、うん、そう2016年の年、やちむん首里劇場、やちむん25周年記念、ライブアット首里劇場のね、バージョンでございました。マジでさ、自分がやってきた仕事を忘れるわけ、うん、まあ、今なんかすごいよ、今日の仕事の話しないと、うん、ああなるほどね、つながったと。結構過去にやってきた仕事を、うん、ワッツアでこの仕事やってきたなっていうのあるんだけど、中身がどんなことをしようとしたのか、まあ、思い出せないのかって、うん、俺老人ホームの仕事をやったことあるわけ。この流れで老人ホームっていうのはなんか林さんが物忘れが激しくなってるっぽいの、なんか強くしていってるみたいですね。あ、かもね、かもね。老人ホームの仕事なんですけど、この仕事をやったがために、うん、変なし美味しい仕事も断らざるを得なかったんだけどね、はい、あいつ浅野忠信、はい、あ、やるって話ありましたね。有名になる直前に俺が渋谷で彼をの映像を撮るという仕事の話があったのに、老人ホームの仕事をやってたがために断らざるを得なかったの。彼が本当に売り出しの時にね、乗っかればね、どうにかでも、でも物理的に無理だった、うん、ちょっとずらせなかったんですね。老人ホームの仕事、まあ老人ホームの仕事を、まあそのうちのまたその老人ホームの仕事で覚えてるのが、ひげ男子のひげの漫才師、違う、ひげのあの皇族、うん、ああ、ね、死んだよ、この高松の宮、うん、だったっけ、ひげ男子のひげの陛下でしょ、ひげの陛下、うん、の生々しいのも撮れたんだけどね、うん、いや、カメラマンに向かって怒ったよ、貴様、あの、三笠宮だ、あ、そう、その人が、はい、失礼じゃねえかって、ね、カメラマンに向かって怒った映像も、今の俺の VHS
接種に残ってるけど、林さんさっきわ仕事忘れたってめっちゃ覚えてるもんいやそれそういうのしか覚えてない老人ホームの映像を撮ったんでその間の何だったんだと。で1時間もの映像だったはずなんだけど、はい、今もう工藤さんのヒゲ男爵って言われてます。そう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 じゃないです。ヒゲの陛下です。ヒゲ男爵じゃないです。ドキュメントリーなんですか。今ヒゲ男爵じゃないです。そう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 。ざっくりです。ざっくりです。はい、コメントご紹介しましょう。原桐さんお疲れ様でした。楽しかったです。おやすみなさい。ありがとうございました。入江さん、みんなの歌の多分告知があるだろう気泡なんですが、今日開かれた開会式に某映画祭の主催者が出席したんでしょうか。後で教えます。工藤さん、やっぱりこのカノのパートはマジ天才と、一生売れないの歌の方ですね。入江さん、やっぱ魂震えますよということです。ヒゲのデカルネサンスとは言わないと思います。殿下の方はヒゲの殿下、ね、ヒゲの殿下と言いますね。はい、ということでございました。あの長い間ご視聴ありがとうございました。もうルージが帰りたがってる、帰りたがってるんだよね。親が待ってる予想外と。はい、じゃあコメントで告知の方紹介しましょう、はい、第5回子ども国際映画祭がすでに始まってます、はい、11月16日も終わりましたけれども、あ、前夜祭で本祭が今日11月17日土曜日からと11月18日の日曜日、土曜日と日曜日でございます。場所はパレット市民劇場、ここでしか上映、日本ではここでしか見られない作品も多数上映します。あと子どもたちがね、この、映画祭そのものを運営しておりますので、その子どもたちの奮闘ぶりも含めて、ね、ぜひ楽しんでいただければと思います。出てますよ。あの子どもスタッフではないですので、うん、ちょっとケアの特殊なスタッフ、いやもう高校生だから、うん、これ中学生までが子どもスタッフなので、うん、今はだからもう先輩みたいな感じでいろいろやってます。知ってる、ね、夢今はやらない。あ、そう。あんまり興味ないって。もう本人次第なので無理はさせない。はい、ということでございます。こんな感じかな。あとはあ、まだありますよ。ね、まだはっきり決定してないんですけれど、ね、来年の1月から、ゴリ監督の、仙骨が全国公開されます。それに合わせて今いろいろプロモーションが動いてるんですけれど、12月の半ば前半から半ばにかけて、ゴリさんが、トークショーに出ます、司会私させていただくことにちょっとなりましたので、そうなの？なんでよって感じでしょ。12月、はい、まあ、ちょっと15分20分ぐらいなんですけれど、6時ですか？純駆動の近いところで、はい、ということなので、ぜひ、多分俺も初耳だ。これも今日決まったことです。そうなんだ、はい、ということなので、はい、いろいろ、あると思いますので、うん、また機会あればご紹介します。他何か告知どうぞ。あ、来週11月24日土曜日、うん、夕方の6時から、うん、県出身の落語家立川庄司の独演会があります。そうです、はい、よろしくお願いします。喫茶カラーズで、はい、ですよね、はい、はい、お、落語で九州ってところに書いてますので、お、そういうところに、ちょっとこれもちょっと貼り付けておきましょう。ありがとうございます。はい、喫茶から立川庄司落語会ですね、はい、沖縄初の落語家ですからね、過去にもいない、ね、これ、北山亭は説明が必要ですよね。北山亭メンソレさんは前座で廃業して沖縄に帰ってきてるので、落語家とはまだ認められてないんだ。うん、ですね、いろいろあるんだよね、はい、落語家あの相撲取りと一緒でなんかいろいろ面倒くさいから2つ目から落語家って呼ばれるので、そう、はい、2つ目になってないか、メンソレさん、メンソレさんなってなかったんですよ。残念なことに、そうか、まあね、はい、ということで立川修司さん落語会ということでございます。11月24日ですね、はい、よろしくお願いします。会場が5時半で、開演が6時、はい、2000円2000円です。ドリンク、ドリンク付きですね、はい、ということです。今日皆さん、まあ、今のその子さんの話は俺は勉強になった。今このメンソーデさんとこのいろいろこの、まあ、いろいろ、まあいいやはい、ということでした。いろいろお話もあると思いますけれど、はい、私の都合でそろそろ終わりにしたいと思います、はいはい、ということですけども楽しかったです、はい、ありがとうございます。林さん結局あの話はしませんでしたね。生し来週、あ、再来週の話ですね。再来週の話、26日から29日、まあこれはまた誰はしませんでした、
やろうかなと思ったけど、まあ、終わったらまたやりましょう。終わってからでしょう。ちょっとね、面白い話があるんです。そうなの？ここではあえて言いません。まだはっきりしないから。しないからね。そうなの？確定してから。まあ、ちょっとあの後で。先っちょだけでも教えてよ。なんでよ、その言い方。先っちょ？先っちょ。まだご報告はまた追ってさせていただきます。面白い話になるかもしれません。漏らしたらダメよってことで。漏らそうよ。はい。漏らすのは各学ご自宅でお願いいたします。ローテンスの。はい、こちら、次はですね、木曜キネマ探偵団は12月6日予定ですよ、これで、12月、で金曜キネタンね、うん、金曜キネタンは、12月21日を予定しておりますので、もしよろしければぜひ見ていただければと思います。できるでしょう。発表ラジオ番組に出るから。あ、そうだ、ラジオ番組の話もしましょう。けどこれ決まってないでしょ。これ、ね、でも俺ら地域なの決まってないでしょ、これ。収録は決まってるよ。収録ね、収録が12月の前半にあるんだよ。何のラジオ番組ですか？ FM 那覇ね、うん、FM 那覇赤部の残るやつ。松野さんの、松野大輔さん、 AB ブラザーズ元 AB ブラザーズの松野大輔さんの番組に出ますので、はい、またこれはちょっと、でもこれは年末、うん、ちょっとね、録音なので、はい、また、それも、放送時期はまた、もう、今日お知らせします。ちょっといろいろやってんですよ、いろいろ。いやー、忙しいっすね。はい、ということで、皆さん、本当ありがとうございました。ご感想、いかがでした？あ、ね、今日はもう、働くから、それった話も聞けて、林さんのね、いろいろ女性環境も聞けたし、女性環境、ね、マキアさんという方の俺の女性環境、はい、ちょっとなんかよっぽど印象残ったんだよ、女性環境。そうですね、あとマキアさんとのこのなんていうの、隠しすぎ、隠しすぎ、面白くないっていうのが十分伝わったんで。面白くないじゃないの。面白いって次見る目が変わるな。接しにくいってある。接しにくい、接しにくいってことですね。接しやすい、接しにくいってことです。エッジって遊びにくい。あ、まあ後でまた2人でちょっと話し合いしていただいて、よくわからない。僕はさ、ね、もうアジトヤですよ、アジトヤ、アジトヤ、アジトヤの話を、ね、衝撃的ですよ、アジトヤ、アジトヤ、衝撃的でございます。だけど、休日相手はね、認めたんで、相手が認めたんだ、はい、はい、工藤さんからアジトヤのカレーが食べたい、すり込まれたインプリンティングされてます。はい、カレー的にはカレーって美味しい、美味しいよね、美味しいんですよ、美味しいから腹立つんですね、こういう話聞くとね、もうって思っちゃうね。どうかな。はい、林さんはいいですか。じゃあ最後に菊村さんカメラでね、菊村さんのコメントをいただいて終わりにしたいと思いますので、よろしくお願いします。はい、自分が今日気になったのが、はい、今日の感想カメラ、今日気になったのが、指差してるし、このカメラに向かって、はいはい、あの巨人と玩具カメラ見ていってください。巨人とワンゴね、はい、へーじゃなくて、巨人とワンゴ気になりましたね。あのその50年代、そうだね、58年、ね、でキャラメルで、うん、カメラ見ていってくださいね、キャラね、ね、どうするんですか。見たいわけですね。見たい、そう、気になりました。じゃあまた見ましょう、みんなで。みんな見ましょう。はい、見ましょう。みんなで見ようぜ、イエーイ。なんか謎の盛り上がり。シネマラボ特刊こそ金曜キネマ鑑定団。第3金曜日の夜、沖縄屈指の映画教習団シネマラボ特刊小僧メンバーが酒を飲みつつ映画について語る居酒屋的視聴者参加型ユーストリーム番組。 Twitter などでの参加も熱烈大歓迎。シネマラボ特刊小僧の金曜キネマ鑑定団。